FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツザラディオショー。清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻はお昼の1時を回りました。ハリセンボンの箕輪はるかです。ナイツの土屋伸之です。米田2000です。ありがとうございます。コンビで一人で、米田来ましたね。米田2000はハリセンボン以来の、ハリセンボン以来の、そうなんです、ね、だから一緒に決勝行った時じゃん、2009年じゃん。あ、はい、そうですよね。あれ時、あれ時以来らしいよ。いない女性コンビは、はい、すごいね。そうですね。もちろん連絡来たでしょ、行かせていただきましたという、米田から、米田から連絡先を知りません。ヨネダ2000。いやもうすごい、もう後輩ですから、ね、めちゃくちゃ後輩でしょ。とんでもないよ、ね、まだだって2000年結成、あ、2020年結成だったよ。ね、そうでしょ。2年目とかですか、うんうん、ってすごいですね。もうさ、2020でしょ、はい、2020でしょ、2020って、うん、なんか俺ずっと間違えてたらしいよ、独演会で、うん、俺村上宗隆がさ、うんうん、2000年生まれなのに俺2002年生まれってずっと言ってたんだよ。言ってた、うん、俺あ、そう、うん、途中でなんか途中でっていうか、もうずっとなんかそれで覚えちゃってた、2002年生まれって。あ、そう、うん、なんか見に来た人から、うん、2000年生まれですよって最終日に言われてそこで気づいたね。全く気づいてあげれなかったね、それ。そうでしょ、だから誰もスタッフも気づいてなかった、うん、裏でも作家さんも、うん、2000、米田2000が2000年、あ、そ、なんで2000なんだろうね。じゃあ2020年結成なのに、2000年生まれとかなんじゃないの。あ、米田2000だよね、うん、まあ、2000、米田2000ですね。2000年生まれ、わかんない。え、20長くないか、2、3歳、そんなに若いの、わかんない。うん、いやでも、うん、あれですよね、うん、米田2000はすごいハードじゃないですか、うん、ザ・ W が12月10日にあって、うん、それも決勝に、だから両方決勝行くってのは初めてか、すごくないそれ、すごい、で1週間8日後に M1 ですもんね、うん、いやすごい。だからそうだよね、うん、天才ピアニストも大変だったけどね、そのまま去年まで審査員やってたからね。あれは違うんですよ、はい、似てる人、上沼さん似てる人です、あれは。真似してるだけ。あ、違うの、天才ピアニスト、そうでしょ。予選落っこってておかしいでしょ、審査員。あれ本人じゃないんだ、うん、本人じゃない、スケジュールだなと思った。心配してるけど。そっか、うん、じゃダブルで受賞みたいなことも、はい、あり得るってことですもんね。ザ・W だからややこしい。ややこしい。本当だ。連覇ね、うん。その8日後連覇。ワールドカップと思う。ダブルだし、ややこしい。ややこしいね。今いろいろあるから。ダブル。あ、すごいね。まあ、あと、ダイヤモンドが行ったのもね。あ、そうですよ。それこそ、昨日、一昨日か。一昨日ね、ここで月1準レギュラーの、うん、面白〇〇のコーナーやった、その日が準決勝。あ、次の日は準決勝か。このまま大阪行くんですね、頑張ってって言ってたら、うん、行きました、決勝。来ましたね、嬉しいですね、これはすごいよね、うん、男性ブランコもね行ったし、うん、すごいよ。なんかサッカーのさ、うん、なんかサッカーみたいだな、ちょっとやっぱりなんかこう、あ、何が、なんだろう、なんかウエストランドとか、なんか南米スタイルっぽいじゃん。なんかもう感性のままこう、あ、なるほど、システム化あんましてない。個人技って感じ。なんか個人技じゃん、完全に。井口の個人技で言うか、その個人技。ウエストランド。井口と誰だっけ、河本くん。河本はなんかもうあれでしょ、なんかポストプレイ。ポストプレイでしょ、あれ。そんな、まあ、そんなわかんないけど、井口に比べたら背が高いってだけだけどね。キーパーでしょ、あれ。ポストプレイ。全然攻めてこないキーパーだから。鉄壁の守り。鉄壁の守りでしょ。だから、あとそういう、なんか、球とかさ、壁ポスターとかそういうね、うん、やつとかと、なんか、ヨーロッパっぽいじゃん、うん、なんか、こう、面白いよね。うん、だアジア枠の、あれが、ランジャタイが落ちたからな。唯一のアジアサッカーですか、アジアサッカーだった。あれ、アジアサッカー。これからどんどん強くなるという。伸びしろだけはある。伸びしろだけあるね。今日来る真空ジェシカはどういう感じ。真空ジェシカなんかもうやっぱり、ヨーロッパでしょ。ヨーロッパスタイルですか。もうやっぱり、なんかこう、頭脳がさ、うん、なんかやっぱすごいんじゃないの、もうなんかこう、なんかまあでもあいつヨーロッパでしょ。
ヨーロッパスタイルですか。もうやっぱりなんかこう頭脳はさ、うん、なんかやっぱすごいんじゃないの。もうなんかこうなんか、まあでもあいつも何考えてるか分かんないからな、あいつ寝っ転がったりするし、あいつ。そうね。ダンジャタイの隣の国のような気もするけど、ね、そうだよな。ちょっとアジア系なのかな、実は。同じ香りもするけども。まあ、そこら辺は今日マラドーナが来るのでね、解説してそうだね、うん、一番サッカーっぽいコンビ名がねスーパーマラドーナがワールドカップの話してもらいたいよ。まあ、何しろ M1 に詳しいみたいですから、もうそうね、竹内さんが特に。だから今日竹内くんが来るじゃないですか、うん、はい、でなんか M1 のクイズとか、うん、そういうライブもやってるみたいなんですよ、うんうんうん、M1 のこと好きすぎて、うん、そうするとやっぱり東に黙ってないのが、三日月マンハンターの中峰くんですよ。M1 のクイズといえばね。M1 クイズといえば。だちょっともう、ここもマジで1年ぐらい中峰くん全然電話してなかったから。そうだね。あの、さっき、中峰くん全然電話してなかったから。そうだね。あの、さっき、はい、今日ちょっと中峰くんの M1 クイズ、電話するかもしれない。竹内さんに出したい、みたいと。竹内くんに、したらもう分かりましたと。やった。はい。いや、これ楽しみにしてたんです。どっちが最強、ホコタテね。ホコタテよ。ホコタテ。みんな見たいでしょ、これ。中峰が作る、で、最強難しい M1 のクイズを、うん、もう M1 の亡霊と言われる。亡霊と言われる。成仏できない。そう。竹内さんが答えられるかという。これは最強の対決じゃないですか。まあ、例えば、2008年の、チャンピオンの、人の、世田谷の男の道路の助手席に座ったのは誰ですかそういう俺の本人俺やねんで終わりですそういう問題僕だったら それ忘れたとは言わせないですからあそれどっち側でしたかどっち側でしたか、うん、何助手席の助手席でしたか後ろの席でしたか、ね、確認問題です。それは本人しか分かんないもうなんだそこまで来ると。あ、そうですか。うん、そういうことの問題ではないです。M1 に関する。でも13年ぶりでしょ。その米田2000の。あ、じゃあ女性コンビとしてはね。うん、そういうのはもう問題としては。そういうクイズだよね。要するに誰以来だろうと。あ、そうだから、うん、その何女性コンビはハリセンボン以来で、はい、その間に男女コンビは、うん、あれ誰だろうなと思って、そういうの好きよ。ラジオショーのあの2人以外いたかなってちょっと思ったんだよね。それ答え分かってる？分かってない。分かってないのかしだから南海キャンディーズ。南海キャンディーズ。南海キャンディーズはハリセンボンより前でしょ言ったらね。同じくらいか。はい、でも同じ年にも出てます。出てた。一緒に出たよ、南海。で、その、うん、5年休んだ M1 の、新しくなってから、出た男女コンビって、相席スタート。相席とメープル以外いたか。出た男女コンビって、相席スタート。相席とメープル以外いたかなと思って。そうするとラジオショーすごいなって。誰？ユニバース。あ、ユニバースだ、うん。そうだ、ユニバースがいたわ。いるいる。あ、ごめん。あ、なんか、中途半端調べきらずに。言っちゃってごめん。そう、でも。ラジオショーの M1 率が高いなと思って、ね。確かにね。やっぱり。うん。そうなんだよね。ね。ノラちゃんだけだもんね。そんなに出てない女性芸人さんの中でももうね、3人、ラジオショーのパートナーでいてくれてるっていうのはね、すごいじゃん。いや、だから結局さ、うん、まあ予選で落ちたり、うん、もちろんしてる人がほとんどなんだけど、うん、M1 に出てない芸人ってもうほとんどいないでしょ予選から含めて。あ、今のこの M1 が始まってから、うん、出たことないっていう人ね。その出れなかった人はしょうがないじゃん。少々さんとかさ、うん、とかさ、そうね、まあ、少々さんテレビも出てませんけど、ね。なんで何も出てませんけど、ね。じゃあなんで名前出したんだよ。なんで何も出てませんけど、ね。じゃあなんで名前出したんだよ。マネージャーがね、若い子で今毎日インスタとか載せてますけど。インスタ頑張って、TikTok 頑張って、ね、TikTok 少々さん。いないと思うんですよね。うん、そうだね。キングオブコントとかは多分いると思うんですよ。うん、出たことないって。出たことない。まあ、うちらも出たことないし。ないじゃないですか。うんうん、僕は一回戦負けましたけどね。今年初めて参加して。はい、そうですね、だからそういうの考えたら、うん、なんかすごいというか、うん、大会になっちゃったというかね。ね、その出たことない人いないんじゃないか。いるのかな。だから、いるっちゃいるんだよ。うん、あの、ちょめちょめクラブ。ああ、出てないんだっけ。あいつは多分出てない。もうそっち路線で行かないって言ってた。なんか言ってたっけ？言ってたです。M1 も出てないんだ。うん。ああ。でもなんか、早い決断そっちでいいのかなっていうさ。
まあ、もしかしたらね、相当ちょっとレアケースだと思うよ。ちょっとクラブとか結構賭けじゃん、うん、やっぱり出た方がいい。まだこんだけまださ、うん、みんなこうやってさ騒ぐわけだから、うん、俺ちょめちょめ本気出してくれよって思います。本当に大島に、うん、やっぱタイタン だからさ。そうだね、今回タイタン2組決勝進出しましたね。いや行けたって3組タイタン、ちょめちょめも行けたよ本当に。ひとりと本気のやっぱり、うんうん、本気出したらそれは、うん、いやタイタン5組いけたって。それもう5組、うん、あと誰、5、6組いけるって。5、6組、うん、まあ、知らねえけどそんないるから。知らねえのかマンションみたいなやついるじゃん、なんかマンション第3別館じゃなくてシティホテルなんだっけ。あ、そう、シティホテル3号室第3別館はもっと前のね俺らの先輩でねいましたけど、第3別館いたけどね。そうそうそう、すごいことですよ、タイタンが2組。うん、そうですね、すごいことですよ、すごい勢いがある。これだ、去年は、うん、漫才協会の錦鯉が優勝しましたけども、うん、初タイトル漫才協会しましたけども、そうだね、上企画で、うんうん、まあその爆笑サンドのこうね、はい、うんうん、生贄としてウエストランドとわらふじなろうが漫才協会入るって、そう、爆笑さんが入んない代わりにウエストランド入るっていうね。その後わらふじなろうは本格的に入りましたよね、うん、漫才協会ね、うんうんうん、でウエストランドはどうなんですか、花さんところに連絡はないんですよ。ない、はい、でわらふじはちゃんと来たんですよ。あのこの前明治座であの流れでちゃんと入った方がいいですよね、うん、で、あ、じゃあ事務局の方に言っとくねっていう手続きしたんですけど、うんうん、まあ結果的にはウエストランド大成功だったってことです入んなくてよかったっ、笑うじなるお大失敗だね。笑うじなるおは3回戦とかで落ちちゃったんですもんね。そうです調整失敗、嫌だなそれ、はい、ママタルトが入ったからね。ん、漫才協会、漫才協会ママタルトも惜しかったらしいよ。あれも強制的に入れたでしょ、なんか感謝祭のなんか高野菜。あれ一番意味わかんないよ、ね、俺だってよくわかんないもん。あれでも本当に入ったのママタルト、まあ、入ったもちゃんと、うん、でもママタルトは入りたかった。あれでも本当に入ったのママタルト、まあ、入ったもちゃんと、うん、でもママタルトは入りたかったらしいよ。あ、そうなんだ、うん、うん、でも本人たちが知らない間に TBS 感謝祭の高野菜でクイズで、うん、この中で漫才協会誰でしょうっつって、うん、誰も入ってないのに誰も入ってねえよっつったら、ママタルトでしたっつって、うん、実はもう事務所、僕知らないですよって入れちゃってたっていう。そんなことあるんですか。あるある。そう。でウエストランドは漫才協会にではないから、まだ。ちょっとね。ね、連覇はないんですけど。そうだよね。でも面白そうだね、また本当に。楽しみですか。楽しみですよね。うん、まあ、先週はまだあれだっけ、ドイツに勝った時だけだったんだっけ。あ、そうです、ドイツに勝った翌日とかですかね。でコスタリカ戦も見たんの、やっぱり7時だから見たのか。あ、コスタリカ戦はなんか噂に聞いて、うん、あ、噂に聞いて、なぜ、はい、ちゃんとは見てなかったんですけど。あ、何がやってたの、その時間。あ、なんか、うん、なんか本を読んでましたあの長編読んでて、うん、すっごいいいとこだったんで、あ、いいところだったんはい、ちょっといいとこじゃなかったらサッカー見ようかなと。見ながら本を読むことはやっぱり嫌だもんね。そうです、ちょっと両方同時にはできなかったんで、はい、まあまあでも それぐらいの人もいるよね。小説か何かを読まれてたんですか。あ、そうですね、はい、でも気になってはいたの、ちょっと。いや、もちろん気になってました、これからだなとは思ってて、うん、で母はあの部屋で、うん、見てたのでサッカーを、お母さん、はい、で、うん、もし勝ってたらその母の、うん、その声とかで、うん、わーとか、うんうん、拍手とかで行方が分かるかなと思ったんですけど、うんうん、2時間無言だったのこれやばいなって思ったらやっぱりね、負けちゃってましたね。お母さんの歓喜の声が上がらなかったから、うん、そうですね、楽しみにはしてたんですけど ね、はい、普通なんか逆だけどね、なんかこう親は本読んでてたから、そうだね、うん、娘の方がどっちかっていうとまだ見てるって思ったらやっぱりね、負けちゃってましたね。お母さんの歓喜の声が上がらなかったから、そうですね、楽しみにはしてたんですけど ね、うん、普通なんか逆だけどね、なんかこう親は本読んでてたから、そうだね、うん、娘の方がどっちかっていうとまだ見てるかなって世代的にはあるけども、うん、すごいいいとこだった、ね、どうしてもね、面白いやっぱりもうゴールデンタイムとかでも関係ないんだね、やっぱりこう読むんだね。テレビとかあんま見ないで、じゃあ本も読むタイプですか。あ、でもテレビを見るんですけど、うん、その本も結構私あんまり集中力がないので、うん、なかなかこう読み進められる時が少ないんで、うんうん、その時はすごい集中して読めてたんで、あ、そうなんだ、このまま行きたいなと思って
と逃すとまたちょっと読めなくなっちゃうんだ。また止まっちゃったりとかするので、でも結構夜型って言ってたから、今日なんかはスペイン戦、はい、夜中4時だけど、そうですね、今日はでも見れる、うん、見れますね。今日見れる、スペイン戦入ってるんで、あ、じゃあ、はい、寝ずにいつも通りで、いつも通りだもんね。そうだよね、めちゃくちゃ夜型だったもんね、前からそう言ってた。そう、ちょうどいいじゃん。じゃちょうどいいですね。ね、はい、そうなの。それはちょっと寝すぎじゃないの。寝すぎっていうか起きすぎじゃないの。いつ寝てんの。だから朝6時ぐらいからお昼ぐらいまで寝れたら、うんうん、今が普通の人でいう早朝ぐらいの感覚ってことでしょう、ね、そうですね、多分ね、はい、6時7時ぐらいの感覚だもん ね、 そうですね、今ね。大変だな。あ、朝活してるって感じですね。朝活してる感じ。今、はい、今朝活の感覚でいるんだ。そうなんです。変わってる、はい、なんか電車ですか、はい、あ、はいはいはい、見ましょうか、はい、はい、ここで電車の情報です、うん、人身事故の影響で運転を見合わせていた京王線は先ほど午後1時2分ごろ全線で運転を再開しました。この影響でダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はしました。この影響でダイヤの乱れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。電車の情報でした。なんかはるかちゃんが、うん、ウォーキングシューズ買ったらしいですね。そうなんですよ。ウォーキング始めんの。最近散歩をよくしてまして、うんうんうん、結構1時間とか歩くのにハマってまして、うんうん、で今持ってる靴がなんかそこがペタンコのやつが多くて、うん、もっと歩きたいのに足の裏が痛くなって、うん、もう帰んなきゃみたいな感じが多かったんで、うんうんうん、これウォーキングシューズ流行ってるし、うんうん、買ったらもっとこう歩けんじゃないかなと思って、うんうん、はい、でネットでなんか調べて、うん、結構いいの見つけて、うん、で目つけて、うん、でオンラインで買うと 10% オフですよみたいなのがあったんで買おうかなと思ったんですけど、でもさすがにちょっと靴を履かずに買うのはちょっと不安だなと思って、これはちょっと通販よりお店な感じで、もう本当に心に決めてるやつはあるんですけど、なんかあ、どれがいいかなみたいな、ちょっとお芝居しながら。いや、そんな一目散に行くのが恥ずかしかったんだ。ネットで見てきたやつだなって思われるのちょっと恥ずかしかったんで。時間の無駄だよ、そんなの。迷うお芝居する。全体見て、うん、でやっぱこれかなみたいな感じで手取って、うん、で店員さんなんか言わないかなと思ってちょっといいですよそれとか、はい、うん、靴底とか、うん、別に見なくてもいいとこ見て、うん、待ってたら店員さん来てくれて、うん、履いてみますかって言われて、うん、で履いて、うん、でそしたらサイズはあったんですけど、うん、この靴の足の幅が標準のやつとちょっと広めの2パターンあるメーカーで、この履いてみたら幅広い方が自分に合ってたんですね。でこれ幅広いのでこの色が合ってたんですね。でこれ幅広いのでこの色があったらいいなと思って言ったら、あ、ちょっとうち幅広のこの色は取り扱ってないんですよねってなって、あ、ここまで切って買えないのかと思って、で店員さんがスマホみたいなの出して、うんうんうん、なんか本部にその在庫とかの連絡をしてくれんのかなと思ったら、うんうんうん、なんか公式サイトパッて開いて、うん、あ、なんか公式サイトに幅広いやつの在庫あるんで、うん、これ登録して買っちゃってください。え、ネットで買ってくださいと。あ、メーカーのサイトで、はい、もう買っちゃってくださいと。あ、そんなことを言ってくれる店員さんいるんだと思って。そういう時代なのかな、もう今。どうなんですかね。なんかこれ売上げた、タイみたいなことじゃないんだね。そうですよね。それでも紹介したらお店にちょっとはみたいなことなのかな。ないでしょうね。めちゃくちゃ親切な店員さんってこと。そうなんですよ。公式サイトと連動してるってことかもしれないね。そうなんですよ。公式サイトと連動してるってことかもしれないね。そうなんですよね。まあ、変えたからわかるもんね。はい、そうなんですよ。で最初はその公式サイトで変えたら、うん、10% オフだし、うん、いいなと思ってたんで、うん、試着もできて、うん、クーポンも使えるから一番いいやと思って、うん、で買って、あ、買えたんだ。じゃあ、はい、結局クーポン付きで、クーポン使って買いました。あ、しかもね、サイズはもう、はい、試し済みながら、うん、そうなんです、はい、自分に合ったやつを、あ、いい、ね、それでもう届いた、はい、あ、届きました。今日履いてきました。あ、これか、履いてきたの、はい、あ、かわいい。こちらですね。白い、はい、真っ白。そうです、真っ白。あ、いいね。似合ってるよ、これ。ちょっと、あ、
ありがとうございます。ちょっとあの厚底なんだね。はい、すごいなんか 歩きやすいな、やっぱり全然歩きやすいです。なんか違うんだ、つま先がちょっとカーブしてるのが、なんか歩くとこう、うん、なん勝手に前に進む感じがちょっとあって、確かに本当だ、ウォーキングに進む感じがちょっとあって、確かに本当だ、ウォーキングシューズってそんな流行ってんだね。そうですね、あるんだね、いっぱい、はい、いろんなメーカーもありますしね。知らなかったな、やっぱ 歩いてるじゃん今しょっちゅう。今歩いてますね、はい。でもこの間調子乗ってあの、ライブハウス行って、あの2時間スタンディングしてたら、でこの靴履いてるから大丈夫だなと思ったら、足つりました大丈夫ちょっとまた歩くのと違ったみたいですね。あ、そう、はい、ライブとかも行くんだ、それで、はい、スタンディングのライブ、スタンディングのライブ、うん、2時間行ったことなかったんですけど、もうこの靴があれば大丈夫だと思って別にスタンディング用じゃないからな、そうですね、ちょっと調子に乗んない方がいいかな。そうだね、はい、ちょっとやりすぎて、ね、ほどにしてください、はい、本当にね、はい、わかりました。それでは今日はゲストが来ますんでね、はい、そうそう、この辺で行きたい。 Very special person hosting the show today. Well, without further adoLet's dive into it. Are you ready? The Radio Show! さあ、ということで、改めましてこんにちは、ナイツの土屋信行です。花信行です。木曜パートナーのハリセンボン箕輪はるかです。さあ、今日のナイツザラジオショー、昨日の M1 グランプリ準決勝を受けて、今週も M1 にちなんだ豪華ダブルゲストとなっております、一時代は M1 を愛しすぎて M1 の亡霊とも言われているスーパーマラドーナが登場。2007年第8回わらわん会最優秀賞についても聞きたいと思います。二時代は決勝まで駒を進めました、見事、真空ジェシカがこれ駒を進めました、見事、真空ジェシカがこれはディレクター野上君は神ブッキングということで前から押さえてたもんね。これ当てるのは難しいですよ。これはすごいよ。準決勝翌日に決勝メンバーをゲストに呼べるとこなかなかないですから。ビバリーは間違えてね、モグライダーをブッキングしてた最悪の大間違い、準決勝にすら行けなかったそうで、大間違いです、大間違いでしたけどね、あっちは、はい、はい、ということで、3時台は重機賞もあります、はい、はい、今日のゲストスーパーマラドーナさんや真空ジェシカへの質問、番組の感想、ナイツのお二人、私箕輪はるかへの質問もお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、読まれた人全員とメールをくれた人の中から抽選で5名様にオリジナルグッズもプレゼント。ツイッターで感想をつぶやく場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分までどうぞお付き合いください。ツイッターで感想をつぶやく場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分までどうぞお付き合いください。お聞きの番組は FM93 AM1242 ラジオで聞いても、ラジオで聞いてもラジコで聞いても、ラジコ本放送です。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？突然ですが問題です。日本一高い山は？富士山。ですが、あなたのお車、高い買取査定に挑戦するのは？ガリバー。ガリバーはいいとこ探しのプラス査定で高価買取に挑戦します。次の問題。日本一早い乗り物は？新幹線。ですが、電話で簡単無料査定早いのは？ガリバー。お車の車種と年式、走行距離を教えてください。おおよその査定額がわかります。まずはお電話ください。
0120-66-4747、66-4747、ガリバーです。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる？どんなお知らせですか？はい。あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々に過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10。 ここで日本放送交通情報です。警視庁小池さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道が茨城県内で事故のため通行止めになっています。圏央道は両方向の坂東インターと上総インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。新東名高速道路の上り線は長泉沼津インターと御殿場ジャンクションの間が大型トラックなど車4台の事故のため通行止めです。首都高速道路の状況です。都心環状線外回りの浜崎橋ジャンクションの先で事故のため汐留付近まで1キロ渋滞しています。この事故の影響で羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に2キロの渋滞、11号台場線の上りは芝浦ジャンクションで1キロ渋滞しています。日本道路交通情報、都伝説のナビゲーター滝本さなです。スポーツ、それは努力と挫折の繰り返しのストーリー。アスリートの栄光の裏側には隠されたドラマがあります。スポーツを彩る様々なストーリーと感動を伝えていく番組、スポーツ伝説は月曜から金曜の夜9時50分からです。興奮しちゃったわ。笹山さんが興奮するなんて珍しいですね。私だってします。サッカーね。そんなわけで今週のテーマは教えて感染熱血エピソード。春風亭一之輔、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から。にわかでも許してね。さあ、ゲストと一緒に笑いをお届けしていく、はい、ゲストショー1時台はこの方々にお越しいただきました、スーパーマラドーナのお二人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ようこそ。どうもスーパーマラドーナの上右左下中、田中です。ちょっと M1 の話したいんで無駄な時間今のもダメ。少しでも無駄な時間を挨拶挨拶じゃあ、はい、右よし左よし助手席よしみたいな、ないないし。いつまで言うてるんですか。まだ言われてます。助手席まだ言うてるんですか。まだ言われてます。6年前ですよ。はい、なんなら井上くんよりも言ってます、武地さんの方。まだ検証しなくていいんですよ。キヌタスタジオの帰りでございます。はい、ですけどね。ね、いやー、まあ M1 の今ね、はい、今日はあの M1 でございますんで、準決勝ね、決勝メンバーの発表があって、はい、昨日ね、はい、ありましたね。ね、はい、一応なんかあの、ね、ネットニュースにもなってましたよね。なんか予想して、あ、なんかはい、あのそのアベマの方で、はい、あのスピードワゴンさんの番組で、はいはいはい、ちょっとあの M1 予想みたいなのをして。はい、っていうのはありました、はい、決勝メンバーの予想をしたんですか。で、そうですね、はい、それが結構当たってると。そうです ね、ダイヤモンド、男性ブランコ、壁ポスター、
ロングコートダディ、さやか。これはあの、これ本当か。これは、はい、正規のメンバーで、その下ですね。男性ブランコ、ウエストランド、オズワルド、さやか、米田2000を当ててると。あ、そうですね。すごいじゃないですか。これは、あの、準決勝を見た上でじゃなくて、まだ、ね、あ、まだ見てない状況です。準々決勝までを見て、はい、準々決勝までを見て、あ、これは行くなと思ってもらったっていう感じですかね。で、今、それな裏で、予想屋みたいなやってんですか、お金。いや、やってないです。お金が動くような予想屋はやってないです。大井競馬場の、なんか人みたいな。いや、あの、有機ロックと一緒にやってないんですか。いや、それほんまの予想屋じゃないですか、大井競馬場。いや、有機ロックさんと絡んでないです。大丈夫ですか、ほんまに。さっき言っといてよ、もう本当に。何事後報告じゃなくて、先に言っといて。いや、してないよ、ほんまに。ほんまにしてない。有機ロックさんともあのバカよあなたの進藤さんとも絡んでないですもうこの3この3人って言われてますから進藤さん有機ロックさん僕っていうM1 の周りをあのうろついてるハエハエと呼ばれてハエもうでも、ね、何年ぐらいあの2人でもう YouTube で M1 の解説というか、はい、あれやっても結構長いですよ ね、 そうですね、2019年から、ね、もうそんな前から、うんうんうん、我々が2018年でラストイヤーラストイヤーで、はいはいはい、その翌年からやってます、ね、もう出れなくなってからはもうずっとそれやってるんですか。そうですか。他にやることもないんでそんなことないそんなこともない。 YouTube って他にやることなくないですか確かにね。それしかないことじゃないことをやるやつなんですけどね普段の竹下さんを見たいわけですからね。だって M1 のオフシーズンは何やってるんですか。 M1 が終わって、うん、M1 のオフシーズン年の初めの頃とか何もないじゃないですか。は M12050 の、うんファイナリスト予想とか2050年そういうのはちょっと僕も好きです、はい、そうですよね2050年の審査員予想とかなるほど、ね、そういうのを、うん、あのやってます、ね、やってる架空系をやってます2050年の審査員予想30年後そうですそうです誰が入ってきたんですか。誰が入ってきた山内とか構えたやつもうだってキングオブコントやってますからね、はい、審査員ね粗品とかああなるほどそういう予想令和北南のやつとかね令和北南のね河野と野村ね野村ママもう師匠っぽいですからね完全にね、はい、もう今師匠っぽいんだね南のね河野と野村ね野村ママもう師匠っぽいですからね完全にね、はい、もう今師匠っぽいんだねもういないんじゃないですか2050年頃にはもうなるほどねそうなんですそういうことをやって大好きだからだから M1 大好きな人がまた見てみんな見てる感じです。そうですね。あの見てくれてる視聴者さんはあの M1 大好き、M1 オタクがめちゃくちゃ多いです。もうこの時期めっ、うん、だから僕ら普段 YouTube 本当再生数回んないんですよ。本当平均で2,000-3,000回再生なんですけど、この時期だけあの5-10万再生すごいな。安定して書き入れ時です。やらしい言い方が M1 ビジネス。両者同じですよ。確かに。やってることが、あの、時期が、稼げる時期っていうのが、そうだね。収穫期があるから今、はい、今日も朝、あの、取材を受けてきまして、ああ、すごい。M1 絡み。忙しいですね。まあ、それで呼んでますからね、我々は。まあ、それだけ定評があるんですよ。いや、ありがたいです。やり続けるもんやなと思いました。いや、解説。定評があるんですよ。いや、ありがたいです。やり続けるもんやなと思いました。いや、解説がね。去年とか一昨年とかも、はい、変なし、優勝予想とか当てたりもしてるんですか、錦鯉。いやー、去年は僕当てれなかったっすね。去年は誰だったんですか優勝。去年は僕、オズワルド。あー、まあでももうほぼ。欲しいですよね。そうですね。あと一本みたいな。ネタも知ってたんで、何やるかとかも。行くかな思ったら、あ、そっか、劇場出てるしね。まくられましたね。なるほどね。寸前で。そうですね。で、これ NGK とか出てるじゃないですか。はい。言ったらスーパーマラドーナも。はい。だから見てるわけじゃないですか、もう。もうネタを、はい。だから大体そこら辺が予想しやすいのか、はい。逆にちょっと、わからないのか、その東京の芸人が未知数なのかっていう。東京の芸人が結構未知数なんで、うん、でも、うん、あの、この近年の M1 ってあの、うん、配信やってるじゃないですか、うん、あの、準々決勝とかも、うん。で、準々決勝って落ちられへん、うん、あの、場所やから、うん、結構みんな一番手のネタ持ってくるんですよね。うん、だから結構力測りやすいというか。なるほど。はい。準々決勝、準決勝。同じネタのコンビめっちゃ多かったです。ああ、そうですか。ああ、そこは一緒でもいいわけですね。もう一緒でも、あの、受けてれば。あ、受けてれば全然。まあ、勝負ネタがもうじゃあそこに。そうです、そうです。持ってきてるっていうね。じゃないと。だよね。俺たちの時配信とかなかったじゃないですか。はい、なかったです。はい、逆に見られちゃう嫌じゃないですかね。いや、めちゃめちゃ嫌やと思いますよ。すごい気使ってましたもん ね。うちらも、そんな他の番組とかでね、そうそうそう、絶対やらないようにするし、はい、なんかちょっとでもこう、なんかネットに上げられてたら消してもらったりとか、はいはいはい、結構気使ってね、やってましたもん、ね、もう今はオープンに見せていく。まあでも配信儲かりますからね。
あ、そう、ね、配信めちゃくちゃ儲かりますよ。結局ね、チケット買う、みんなそれで 見に来れない人がみんな見たいわけですもんね、はい、他のメンバーはね。僕昨日だから準決勝の配信買ったんですけど、うんうん、あの人数が出るんですよ、うん、何人に視聴してるかって、うんうん、1万人超えてましたね。ぼや、でも気をつけないとやっぱ配信またなんか酔っ払った。いや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 。上沼さんね、そっちもあった。そっちもあった。そっちの配信じゃないですよ。のこと言ってます。僕インスタライブじゃないでしょ。僕といえばもうインスタライブの配信と当て逃げしかないですもん。当て逃げ女子的ね。女子的ね。そうですよ、はい。全部あの古文なんですよ。配信の時も久保田さんがメインで、僕古文なんですよ。いつも古文なんですよ、僕。いいんですよ。あ、いいんですか。炎上の件は。まあ、今回は、はい、先ほどちょっとオープニングで、はい、まずヨネダ2000がね、はい、これちょっと、まあ、W もね、はいはい、決勝戦行ってるみたいな。そうですね。でしたけどね、うん。これはやっぱり注目株。あ、まあ、優勝だって言ってましたもんね、ヨネダ2000って。はい、ヨネダ2000は。何がいいんですか、やっぱヨネダ2000は。やっぱもう、うん、ちょっと、うん、ネタ書いてるこっち側でも理解ができないぐらいのことしてくるのがすごい、うんうんうん、新しいというか、はいはいはい、本当若い子のお笑いですよね、うんうん、22、3歳やと思うんですけど、まだ、うん、じゃあ本当に2000年ぐらいの生まれなんだ、あ、やと思います。すごいな、ねえ、うん、そんな子が、あ、何ができた時ぐらい生まれた子、重ねパンさんね、教えてくれました、うん、米田2000のコンビ名ですが、はい、え、ズーを200と読み間違えたのが発端で、200より2000の方がいいとなったそうです。全然わからない。なんだその情報。なんでこれなんでこれを知ってんの、一般の人が。ちなみにツッコミの愛さんは96年、ボケの誠さんは99年生まれ。あ、まあでも若いよね。若いっすね。2000年生まれってわけじゃないんだ。すごい舞台度胸もあるし、はい、すごいですよね。やっぱり田中さんも、はい、もちろん見てるんですよね。いや、まあ無理やりみたいな感じですね。無理やり、あんまり M1 興味なかったんですけど、今興味なかったんですか。相方がブワーって言って、うん、そればっかりしてるんで、うん、知らず知らずのうちに情報が入ってくるというか、うん、いやでもその、はい、自分たちも出てたわけじゃないですか、うん、M1 興味ないことはないじゃないですか、うん、正直あんまり出たくなかったんで。そんな人いた？そう、はい、てるんで、うん、知らず知らずのうちに情報が入ってくるというか。いやでもその、はい、自分たちも出てたわけじゃないですか、うん、今興味ないことはないじゃないですか、正直あんまり出たくなかったんで。そんな人いた？そう、はい、苦手なんですよ、人前出るとか。いや今更。そもそもなんでしょう。今更やな。よく4回も決勝行きましたね。本当ですよ。だから今 M1 の話ばっかりしてるからしんどいですね。ずっと今日これか、はい、しんどい。片方は生き生きしてて、片方はしんどいですね。M1 は芸人みんな好きやで、普通。そうですね。いや、まあまあ見るのはね、ちょっと気抜きながら見るのが一番いいですけどね、なんか。逆に田中さんの注目コンビとか、いないですか、その。コンビというか、僕ちょっと、はるかさんに興味はいたというか。はい。私に。僕今日初めて日本放送来たんですけど、ちょっとわからなくて、で、スタッフさんとかもわからないからどうしようかなって思った時に、はるかさん目に入って、ちょっとあの、初めてなんですけどって言ったら、スタッフさんとかにも声かけてくれたりとかして、めっちゃ。なんか、爽やかで気持ち悪い話。気持ち悪い。何を言って、恋愛の。はい。だから本当に、え、今、ご結婚されてます。何なんだよ。でお前がしとるやろ。田中さんが結婚してるでしょ。田中さんしますけど。なんで口説いてるんですか、後輩を。だって、わけわかんない。わけわかんない。震えるようにロビーにいらっしゃったんで。あ、そう。話しかけなきゃと思って。あまりにもかわいそうだったから。結局、はるかさんをどうしたいんですか。あの、一緒にご飯とか行きたいなって。健全やな。いいね。M1 さっきのあの、クイズとか出します？まだ。もうちょっと、もうちょっとあれ、暗示しますか、はい、ええ、まあ、うん、オズワルドがね、そうですね。ちょっとこの、優勝候補というかね、はい。硬いと言われてましたけども、うん、今回はやっぱり。そうですね、やっぱ連続で出る難しさを、ちょっと、まざまざと見せつけられた感じはしましたね。昨日準決勝見てても、やっぱり、ましたね。昨日準決勝見てても、やっぱり、なんていうんですかね、出てきた時にこう、うん、空気がスンってなるというか、はい、いつもの人らねっていう感じの、それは大変です。空気感はありましたね。中でやるのは辛いね。準決勝っていうのは特にね、はい、相当好きな人たちが見に来てるから、この人を生かせたいっていう空気とかもね、あります。ありますよね。めちゃくちゃあります。だから、このコンビはめちゃ空気あったかい。このコンビスンとしてるとか、結構差が
まあまあ別にお客さん責めてるわけじゃないですけど、うんはいはい、もう深層心理でちょっとこう無意識に。あもう昔からあります、ね、昔からあることですけどね、普通に、はい。なるほどね。その煽りをちょっとオズワルドは僕、序盤ちょっと立ち上がりが悪かったんで、うんうん、煽り食らってるなと思いました、ね。なるほど。後半はちゃんと拍手笑い連発してたんですけど、ちょっと前半が重たかったかなっていうふうに思いました。ハードルも上がっちゃってるでしょうしね。ハードル上がりきってますね。去年の準優勝ですからね。そのポーティーさんという方からですけども、たけしさん以外にどういったところが点数に反映されていると思いますか、決勝戦以外は審査員のコメントが聞けないので、なぜ受かったのか、なぜ落ちたのか疑問に思うことがあります。ああ、なるほど。まあ、でも、その、お客さんの笑い声だけで決めるんやったら審査員っていらないじゃないですか。うん、ああ、なるほど、なるほど。やっぱ今までこの M1 をずっと見てきた、言うたら審査員も猛者じゃないですか。はいはいはい、はい。もう何千何万というネタを見てきた。その猛者たちが笑ってしまったってなったら、それはもう上げる候補になるんだろうなっていうふうに思います。お客さんのツボと、その、百戦錬磨の審査員さんのツボって絶対違うと思うんで、違う、そういうところで、受けてたのになんであそこ落ちたんやとか、あそこあんま受けてなかったのになんで通ったんとかは、あり得る話だな。なるほどね。はい。ロイヤルホストのパンケーキが起こっちゃうみたいなね。はい。はい。そう、知ってました。その情報は知ってますね。ジョブチューン。はい。そっちの方。そっちの方、ロイヤルホストのパンケーキが起こっちゃうみたいなね。はい。はい。そう、知ってました。その情報は知ってますね。ジョブチューン。はい。そっちの方が食いつかなくて。ボケなんですよ。ありましたね、じゃあ。あ、ボケ。美味しいですもんね。マジな感じで広げようしないでください。いけねえ。いけねえ。何いけねえ。ボケから。ね、そうなんですよね。そういうところで、まあ、お客さんがこう、ハテナになる理由は、そういう理由なのかな、っていうふうに思いますからね。でも、MOG っていうかね、今。はい。なんかいろいろやってるじゃないですか。M1 おじさん ?M1 おじさんと、日本の社長の辻に名付けられまして、M1 おじさん。もう、だから、その自分が決勝行く前から大好きでしょ、もう、もちろん。うん、始まった時から。ああ、もちろん、はい。もう、と大好き。憧れ続けて、ずっと、出てましたし、見てましたし。もう、構成側に回るとかって、話来ないですか、そうそう、ABC。いやいや、それは来ないっすね。そうですか。僕はやっぱ、なんていうんですかね、この、M1 の周りをうろうろしてるぐらいが一番ちょうど、内部に入っちゃうと、本当にね、しんどいことも多いじゃないですか。やっぱ、花輪さんとか審査員されてますけど、やっぱ、しんどいこともあるじゃないですか。そういうのがちょっと嫌なんで。あ、じゃあもう、今の立場で。本当に M1 愛してるんですよ。今ファンとして。最高で、僕のゴールは、M1 の準決勝の MC ですね。準決勝の MC がしたいんだ。今誰、どれがやってるハリケーンさん。あー、まあ、ずっとハリケーンさんですけどね、はい、ハリケーンさんみたいに。ハリケーンさん何回やってんすかね。もう2001年からなんで全部です。すごいっすね。ハリケーンさんってすごいよ。すごいです。だってそんな審査員だって松本さんもね、一回休んだ時ある。ありました、ありました。全部見てるのはハリケーンさんと前田誠司さんぐらいですよね。ああそうですか。そうすごいな。あそこだ、僕ら今準々決勝。すごいな。あそこだ、僕ら今準々決勝の MC はしてるんで。ああ、でもあれやっぱりハリケーンさんが準決勝はもうね、一組だけだから不動の方がいらっしゃいますんで、あそこをちょっと目指して、来年ももし MC させてもらえるなら頑張っていきたいなと思ってます。そんな、ねえ、なんかこういうなんかこんな説もあったじゃないですか。準決勝、芸人が審査するんじゃないか説が。それこそ巨人師匠が、今年もう引退したから、準決勝の審査やりたい。はいはい。言ってた時あったから。はいはい、ありました、ありました。わからないですけど、審査してたのかなとか。ねえ、なんか、こう、ノンスタの石田がするんじゃないかとか。風の噂ですよ、これは。それはどう思います？した方がいいと思います？芸人の方がいい？もちろん、作家さん、今おる作家さんと芸人も入ってもいいんじゃないかなというふうに。ハイブリッドで。思いますけど、僕はよう入れないですけどね。あ、そうですか。はい、そこはちょっと。審査員は、ちょっと、ギャラが全然違いますよ、本当に。いいなぁ。そういうことか。だから、たけしさんも M1 愛してるから、もちろん収益化にもしてないですもんね、あれ、YouTube も。いや、めちゃめちゃ収益化してます。
めちゃめちゃ書き入れ時ですよ。すいません。そうでした。もう年末までに書き入れるだけ書き入れて、冬眠しますよ。いや、そんなでもやっぱ M1 に詳しい、ちょっと竹内さんに、はい、M1 クイズ。はい、M1 クイズをちょっと出して。三日月マンハッタンっていうね。あ、なんか噂には聞いた。中峰が、もう M1 クイズいっぱい考えてて、はい、これ M 王子に解けるかどうかっていうのを緊急企画でやりたいなと思って。ね、初対決ですか、これ。間違えたらもう M 王子も二度と YouTube 配信やめてください。そんな厳しいの？中峰くんのことは知ってるけど、あの、M1 に詳しいっていうのは知ってました。クイズに答えるのは初めて。はい。あ、これはちょっと楽しみだな。お話するのも多分初めて。あ、これいつもね、iPhone から。うん、あの、電話番号がないんで。LINE 電話で。電話番号がないんで、彼。中峰くん、電話番号がないんで。LINE 電話で。電話番号がないんで、彼。中峰くん、今日は聞いてたでしょ？聞いてました、聞いてました。今どこにいるの？今、新宿の喫茶店にいます。あ、喫茶店なんだ。BGM がな。はい。じゃあ、ちょっと今日、スーパーマラドーナが来てるんですよ。そうですよね。ちょっと竹内さんに、M1 クイズを出してもらってもいいですか？はい、あります。はい。あります？あります。やった。あんま難しいのやめてくださいよ。あ、僕のはマニアッククイズじゃなくて、その、なんだったっけなっていう楽屋で遊べるやつなんで。もう、そこまで難しくない。はい。はい。まあ、スーパーマラドーナさんといえば、M14 回決勝行かれてるということですごいんですけど、はい、4回以上 M1 決勝行ってる、あと7組誰？ 7 組もいんの？ 7 組もいんの？多いな。7組います。7組。全部答えろと。7組います。7組。全部答えろと。4回以上行ってる。有名というか知ってると思います。はい。うん、笑い飯さん。うん。そうですね、9回行ってます、笑い飯さん。和牛。和牛5回。ハライチ。あ、おー、5回。すげえ。おー、すげえ。で、キリンさん。キリンさんも5回行ってます。うわ、すげえ。で、あと3組です。あと3組。俺も全然出てこない。すげえ。ジャルジャル。おー。ジャルジャル4回行ってます。すげえ。こっからやな。すげえ、すげえ。千鳥さん。あと2組です。あ、すごい。千鳥さん4回行ってます。あと1組。あと一組が。あと一組。いいとこです。あと一組、いいところを残しました。いいところ残した？いいところ残した。はい、あと一組。あと一組、あと一組。はい、思い出して2001年から。古いっすよね、多分ね。古いです。古い。うわー、あ、フットボールアワーさん。大正解。あ、フットボールアワーさん。大正解。すげー、すげー、さすがさすがだな、ね、もうジャルジャルとか絶対出てこない全然出てこなかった。いやー、フットボールアワーも4回あの優勝してからもう1回出てる。そっか、あ、そっか、そっか、そっか、3回目に優勝して、はい、ね、2006年にもう1回出てる。2006年にもう1回出てるんだ。 そこがポイントだったんだ。そうです、1、2、3と6と。いやー、これはすごいわ。いや、もう、あ、ちょっともっとやりたかったけどな。時間がね、時間なんだ。終わりで、一問で終わっちゃった。こういう、あの、一人だけ M1 に詳しくて、一人があんまり M1 出たくないみたいなやつって、こち亀にある？あるか。こち亀でやってんの？どういうこと？はい、こち亀でやってどういうこと？どういうこと？あの、リョースとホンダが、うん、あの、アイドルの、あの、アイドルじゃない、あの少女漫画家のところ行くんですけど、どんな頭してんだよ。もうやばい人よ。こちおじ、ありがとう、こちおじ。こちおじ。ありがとうね。こちかびおじさん。こちおじはりょうさんだろ、もうわかる。ありがとう。はい。ありがとうございました。いや、すごいね。素晴らしい。いや、さすがです、竹内さん。いい、ありがとうございます。完璧に。これからも M1 おじさん名乗っていいですんで。ありがとうございます。しっかりまたね、書き入れ時に稼いでください。稼ぎます。今稼ぎ時です。ありがとうございます。ね、さあ、じゃあちょっとお別れの時間なんですけども、お二人からお知らせありますか？はい。はい。いいですか？うん。我々1時間のネタライブをやります、うん、タイトルが2022年もありがとうございましたということで、はい、明日12月2日京都祇園花月、うん、そして12月9日千葉にあります幕張イオンモール劇場、そして12月15日福岡大和証券劇場で、うんうん、どれも19時半から1時間のライブとなっております、はい、うん、でそして、こちら M 王子ライブもね、はい、やってるということで、はい、はい、12月19日に、M1 の次、12月19日に、M1 の次の日ですね、うん、M1 クイズの、ライブをやりますので、さっきのようなライブを。
詳しくはツイッターをご覧ください、はい、スーパーマラドーナのお二人でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。カバライ金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりクレジットカードをお持ちの方に現金が戻るかもしれないお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上、有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。その後のしつこい営業電話はありません。お電話は0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。総合内科専門医大田和文江さんを講師に迎え、1月25日水曜午後2時から特別講演会を東京八重洲で開催します。テーマは現代人の心と体のカルテ。この講演に抽選で100名様をご招待。司会は私上柳が務めます。ご応募ははがきに住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送食育知識教養セミナー係まで。12月9日の決心有効です。日本放送ホームページからもご応募できます。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。お伝えします。今年も江ノ島のイルミネーション、湘南の宝石が始まっています。江ノ島の島内全域と片瀬海岸エリアが会場になっている光と色の祭典で、来年の2月まで開催されています。中でも注目は江ノ島シーキャンドルのイルミネーションで、シーキャンドルの上から360度に広がる光の大空間です。今年はクリスタルビーズのデザインも一新され、さらに透明感のある湘南シャンデリアが楽しめます。サムエル・コキング園のエントランス、光のトンネル、宝石イルミいっぱいの森の小道などもバージョンアップされています。特に宝石フォレストは植物の土壌にある電荷、から電力に変換するという持続可能なイルミネーションも登場しています。夕方の5時から夜間の点灯が始まります。片瀬海岸や江ノ島へ渡る橋ももうキラキラムードで光の世界がつながっていきます。できれば綺麗な夕日の時間帯から江ノ島をぐるっと回って湘南の宝石をゆっくり楽しんでください。来年の2月までの開催です。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。はい、優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さんお願いします。はい、お伝えします。
公明党は今日午前中央幹事会を開き、世界平和統一家庭連合、旧統一教会問題の被害者救済新法の法案を了承しました。自民党と公明党はまもなく与党政策責任者会議を開いてこの法案を了承し、これを踏まえて政府は夕方の持ち回り閣議で法案を決定する段取りです。法案は霊感で不安を煽る不当な寄付勧誘行為に加え、生活に不可欠な事業用資産の処分や借金による資金調達の要求を禁じています。岸田総理大臣は今日午前の参議院予算委員会で条文の解釈の明文化を図ると述べました。法案が成立した際には条文の解釈の明文化を図るなどにより、さらに利用しやすく、条文の解釈の明文化を図ると述べました。法案が成立した際には条文の解釈の明文化を図るなどにより、さらに利用しやすく実効性のある制度にとする努力を続け、結果として被害者救済に万全を尽くして進めていきたいと。一方、野党はマインドコントロール下での寄付の規制を求めており、立憲民主党の長妻政調会長は今日の記者会見で次のように述べました。我々としては修正協議をきちっとしてですね、やっぱ本質はその使える法律にする、つまり入り口ですね、法律の入り口に狭すぎて入れないと。次に、連合は今日中央委員会を開き、来年の春闘で 5% 程度の賃上げを求める闘争方針を正式に決定しました。かたって 4% 程度としてきた要求水準を引き上げ、歴史的な物価上昇を踏まえた賃金を目指します。連合が10月に発表した来年の春闘の基本構想によりますと、基本給を一律に引き上げるベア、ベースアップを月給の 3% 程度とし、定期昇給分と合わせて 5% 程度の賃上げを要求します。東京で冬の訪れを告げる木枯らし1号が今年も吹かなかったと気象庁が明らかにしました。観測されなかったのは2年連続で、統計のある1951年以降8回目です。おしまいに、アメリカメジャーリーグのヤンキースが今シーズンアメリカンリーグ新記録の62本のホームランを放ったアーロン・ジャッジ選手に対し、8年総額3億ドル、日本円でおよそ414億円規模の契約を提示しました。スポーツ専門局 ESPN が伝えたもので、3750万ドルで契約すれば、エンジェルスのトラウト選手を抜き、野手では史上最高額となります。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える、暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。さあね、メールリアクション来てます、ね、ラジオネーム大入り袋さんですね、はい、竹内さんと中峰さんの M1 クイズ対決、かなり聞き応えがありましたね、うん、昨日のフランス対チュニジアぐらい熱い戦いでした。チュニジアなんか勝ったんでしょ。ああ ね、 ね、また大金星、ね、多いよね、大番狂わせが。毎回そんなもんかね、なくなってんのかもね、うん、アジアが優勝する可能性もあるかもしれない、ね、サッカーもそこそこ詳しかったんでしょ、竹内さんとか。やっぱそうでしょ、マラドーナつけるぐらいだから、ワールドカップの話はちょっと聞く時間なかったけど、ね、金になんないってワールドカップの話ベースが金の話だったから結構そう、ね、配信儲かるんすよ配信1万人ですよっつったら、なんぼやって田中さん言ってます、早速大好きということでね。いや、暑かったね、あの対決は。ほぼサングラスだ、うん、ふざけているように聞こえましたけど、田中さんと遥香さんとてもお似合いのように思いましたよ、うん、田中さんが独身ならよかったのに、うんうん、確かになんかスタイルというか、うん、体型も似てますよね。一緒にいてなんかきつくなさそうだな。そうですね、田中さんすごい優しいし、優しいしね、瞬時に思ったんや、居心地いいってね、何も喋らなくてもそうだね。ちょっと牛乳でも飲んできたい、飲んできてください。ちょっとお酒じゃない、行ってください。まもなく2時になります、はい、食品輸送のパイオニア横浜低温では、各所で一緒に働く仲間を募集しています。お届けするのは
あなたの笑顔。まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくは横浜低音で検索。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。請求には期限があるので、今すぐあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番、 70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。ナイツの土屋です。花輪です。ハリセンボン美濃遥です。さあ今日のお天気をお伝えしましょう。はるかちゃんお願いします。はい、2時のお天気です。有楽町日本放送の屋上の温度計は 9.8 度、湿度は 83.7%。 東京地方今日の天気は曇り、関東地方は午後も雲が広がりやすいでしょう。ところどころで雨が降る見込みで、北部の山沿いでは雪になることがあるでしょう。最高気温は10度から12度くらいのところが多い予想です。昨日より低く、12月下旬から1月並みのところもあるでしょう。体調を崩さないように暖かくしてお過ごしください。以上、2時のお天気でした。はい、ありがとうございます。さあ、この後は2時台のゲストショーです。さあ、この後は2時台のゲストショーです。真空ジェシカ、まあ、ちゃんごめんね、登場。東京税理士会所属税理士法人48より、最近身近な人を亡くされた方へ、相続税の申告はもうお済みですか？申告期限10ヶ月を過ぎると罰金が課されるのでご注意ください。まだ相続税の申告がお済みでない方は、今すぐお電話を 0120-400-800-400-800。 挨拶します。せーの、ピースオブピース、ニックです。11人組日韓合同グローバルグループの僕たちニックのポッドキャスト番組がスタートしました。はい、番組名はニックザワールド。毎週金曜日に最新回が公開されています。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションでチェック。聞いてね。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。土曜日はサンドイッチマン。カードローンの過払い金は中央事務所。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。なんとクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10。Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started. 毎日2時台はザ・ゲストショーと題して、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきます。はい、今日はこの方々にお越しいただきましたな。はい、ラジオショーは1月以来ということですね。なんといっても昨日 M1 グランプリ準決勝勝ち上がり、見事決勝、真空ジェシカのお二人です。どうも、真空ジェシカのガクです。どうも、ところひです。あ、違います、ところさんの日じゃないんで、はい、何ところひ、ところひ、すいません、ところさんの日かと思っちゃいました。ところさんの日かと思っちゃいました。ところさんの日でもない、ところさんの日をところひとも言わないし、あ、言わないです、うん、すいません、間違えちゃう。ところひみたいなツッコミをしてよ、まず。え、なんだよ、ところさんの日みたいに言ってたんですよ。ガク君が怒られるのもおかしいけど、え、だからラーメン食えないんだよ、そんな豚骨一緒に食いたもんね。何の話してんの、ね、それは、昼飯を食った直後にラーメン2軒はしごしに行こうとしたからでしょ。何の話、営業一緒だからね。真空ジェシカもいつも一緒だからね。そうそう、今もう本番直前にそんなに、ね、なんか昨日の準決勝の後、うん、なんかすごいね、その発表まで待ったのっつったら、待ちました、ね、何分ぐらい待ったんですか。5時間ぐらい。どう考えてもおかしいでしょ。5時間2時間ぐらいですね、はい。なんだっけ、
どんなボケ。実質。実質、まあ、緊張感とかがあったんで、あ、そういうこと、体感で。体感は5時間ぐらいあったかもしれないですけど。そうそう、はい、そういうことか。あの、お菓子、あ、もそれは、これ本当のやつなの、はい、いや、それは、はい、あの、別に、はい、言わないです。はい、大丈夫。あ、賄賂よ。M1 とか関係なく、はい。なんか偉いな、ちゃんとそういう番組。自分で買ったんだろ、これ。あ、そうです。くちゃくちゃだけど。はい。こんなくちゃくちゃになることあるかな。なんか、リュックに入れちゃったの？お菓子狙いがたくさんいたんで、うん、奪われないように。お菓子狙い。そんな治安悪くないでしょ。抱えて走ってきた。エアジョーダン狩りみたいなことあるの？街歩いてて。何を言ってんの、あんた。まーちゃんごめんね。まーちゃんごめんね。マーたると怒っちゃった。まーちゃんごめんね。いや、そうなんですよ。わけわかんない。うん、カピタがいつもマーごめん、マーごめんって挨拶するから、はい、ママタルトのネタだからね。ま、そうなんですよね。マーごめん枠は一枠じゃなかった。オーツルギターさんのやつなんだけど。そういうことですね。マーごめん枠は M1 の。から、うん、ママタルトのネタだからね。ま、そうなんですよね。マーごめん枠は一枠じゃなかった。オーツルギターさんのやつなんだけど。そういうことですね。マーごめん枠は M1 の。マーごめん枠ってなんだよね。マーちゃんごめんね枠が2つなかったんだよね。2組いっちゃったら本当に、まーちゃんの M だと思われちゃうっていう。M1 の M だよ。はい。まーちゃん1グランプリやるか。賢明な判断。はい。ない。人枠もないです。マーちゃんの枠なんか。マルシアの M じゃないからね。はい、そう思われてしまうんで。そう思われてないよ、本当に。わかんないな。まあでも、昨日だもんね。そうですね。はい、ね、なんか大変だな、やっぱりこう何回も配信もあるし、何回も。いや、そうですね。俺たちより1回多いからね、準々決勝でなかったそうなんです、ね、違うよ。見られてる。7000組でしょ、あって。そうですね。そうですね。いや、正直、2回戦からだとは思うんですけど、はい、そうです、はい。決勝行ってるから。はい、すごい、もうレベル高いでしょ、2回戦から。どう？そう、でも、うん、その7000組。高いでしょ、2回戦から。うそう、でも、うん、その7000組とか言ってもね、うん、そんな別になんか増えてるのって、なんか雑魚ばっかりだって。なんてこと言うんだ。やめろ。普通に口悪いんだ。そんなこと、そんなことないです。たまに言うけど、そういう。なんか決勝行った次の日に言ったらダメだろ、そういう。増えてる千いくらの分は。はい。だから面白い人は、まあ、こう上のね、なんか、そこはあんま変わらないですよ、ね。変わらないっちゃ変わらないけど、うん、はい、その中でもやっぱり、だって、ここ何年かで米田2000とかさ。あ、そうですね。すごいじゃない。いや、すごいですね。そうですよ。真空ジェシカだって何年かかったんだっけ、決勝行くのに。僕ら2年ぐらいで行けました、ね。11年目っすね。ダメだよ、9年はダメだよ、そんな。超嘘ついてんじゃん。うん、普通だったらもう、普通だったら10年以内の時だって行けてないわけだもん、ね。いや、そうです。去年がラストイヤーでした、10年以内だったら。だから、そう考えたら2年とか、2年目とか何やったの、真空ジェシカ。2年目はまだ鼻くそとか食べてた。はい、そうですね。舞台上で鼻くて。へって、はい。成長したね。成長しましたね、はい、だいぶ。成長したよ。人力車は何、何いる、アンタッチャブルさん以来なの。そうですね。うん、あ、そうか。そうそう、去年の時にね、そうやって言って。でも、今回、その2年連続行く人が、もう真空ジェシカ。使いなかったの？いや、使いなかったみたいで。いるんですけど。いる、いる。さんが。使いなかったんですよ。俺、ロングコートダディが、2組しかいないんでね、今回。そうなんですよ。かなりやっぱり、ね、去年の決勝メンバー落ちてったから。本当だよね。そうですね。ね、厳しい戦いだったんじゃないですか。力があるんだな、やっぱり。やっぱ去年優勝した錦鯉さんがやっぱ優勝してすぐに亡くなられてしまわれたので、うん、亡くなってないや、まあ、弔い合戦どっちが正則さんなんで普通に高齢な方が普通にでもない別にどっちも現実やってるから硬いよ竹下さんって言わないと硬いよそこはどっちも別に普通言わないと硬いよそこはどっちも別に普通じゃない死ぬのが普通とかないじゃないんだやめてください何言ってんだ本当にいやでも嬉しいよねなんかこの。そうだね。だから、去年の決勝行ってから、うん、この1年間で急激に真空ジェシカと、うん、週末早坂営業よく行かれたりとかね。ずっともうこのままだからね。そうだね。マーゴメですよね。マーゴメですよねじゃないよ、ほんとに。意味わかんないんだから、朝空港でやってマーゴメですってさ、終わる時もマーゴメでした。今日お客さんどうだったの？いや、今日マゴメです。どの日本語よりも万能だと思ってるマーゴメでしたね。だからその、うん、M1 が決勝決まった、時とかもやっぱお祝いのラインとか来たりするんですけど、うん、マーゴメですって全部済むんで、
いや、すまない。めちゃくちゃ楽だった。おめでとうって来ても。よかったって、はい。うん、まあ、結構おめでとうって返すの。額なんかは多分、その人に合わせて多分。いや、そりゃそうだよ。ありがとうございます。感謝します。そりゃそうだよね。普通。いや、そりゃそうだよ。ありがとうございます。感謝します。そりゃそうだよね。普通は。やっぱ普段からやっぱ、マーゴメって言ってたおかげで、すぐに返信し終わりました。マーゴメの線引きあるだろ。心、この人はマーゴメでも通用しない人いるだろ。人力車の社長とかさ、どうするそこら辺のレベルよ。やっぱでも上の先輩には、ちゃんとまーちゃんごめんねっていう。そこ丁寧に言うんだ。丁寧に言うんだ。マーゴメは失礼なんで。丁寧の方向性が違うんだよ。タメ口みたいな感じなんだ。マーゴメって。敬語はまーちゃんごめんね。まーちゃんごめんねってちゃんと言うようにはしてます。でも去年の決勝もさ、あんまり緊張してなかったんじゃない？いや、去年は本当夢見心地だったんで。あ、そう。あ、そう。ふわふわしてた？ふわふわしてましたね。ふわふわしてたね。慣れないもんね、さすがに。そうです。準決勝すら初めてだったんで、去年は。あ、そうか。だから本当になんか、うん、で、実感が全然、なかったんで。そういうことなんだ。で、終わってからも、うん、そのなんか、録画とか、一切、うん、見れてないんですよ。いや、ちょっとあんまり見ようと思わないんで、はい。だからその実際に見直した時に、うん、本当に出てないかもしれないんで。出てない。出てるけど。実感なさすぎて。はい、あんま記憶ないんだ。出てなかったらどうしようと。はい。ああ、じゃあ今年はやっぱりもう一回また、なんか年々セットも豪華になってくるしさ。そうですね。楽しみっちゃ楽しみだよね。なんかセットで言ったら、うん、僕らが去年出たその前の年が、うん、マジカルラブリーさん、はい、優勝した、うん、2019年ね、あ、2020年、はい、うん、まあどっちでもいいんですけど、どっちでもよくねえよ。2020年、うん、あの競り上がりで野田さんがどけてたんで、うん、そうだね、どけ座しながら、あ、切腹みたいな、ね、みたいな感じでね、はい、だからそのボケ対策みたいなので、うん、僕らの年なんかそのエレベーターになんかこうなんか、うん、針みたいな、こうなんか。だから、打ち上げ上がりの中がめっちゃ狭くなってるんですよ。狭くなって。身動き取れないようにしてる。トゲトゲが周りから出てて、こう、ボケたらなんか、そうなんだ。みたいになって、はい、余計な動きを封じられてたのね。そうなんですよ。だから去年、何それ僕らとランジャさんが、うん、その、渡り廊下のところでボケちゃったんで、うん、今年は廊下がアイアンメイデンみたいな。トゲトゲになってる可能性が、トゲトゲの廊下を、はい、ジャックマンみたいな、はい、血だらけになりながら、はい、障害物とかがある可能性があるんで、何だと思われてる、なんボケて変な、別にいいじゃんね、ボケたってね、全然、はい、ボケたっていいんだろうけどね、やっぱり、はい、そうなんだ、いやでも楽しみで、去年のちょっとやっぱ忘れ物というか、やっぱね、はい、リベンジでしょ、どうだよこれは、いやだから、うん、どうなんですか、やっぱり気になるあのコンビライバルで気になるところはいますか？そういう。やっぱファイナリストですよね。うん、ファイナリストです。やっぱ同期で、ええ、うん、やっぱオズワルド。オズワルドって同期なの？オズワルド同期なんですよ。落ちちゃったね。落ちてる。え？オズワルド落ちたよ。おっしゃーみたいな感じ悪いのよ。オズワルド落ちたよ。おっしゃーみたいな感じ悪いのよ。感じ悪いからやめて。絶対良くないな、これ。気持ちいい。決勝前にさ、評価を下げて回んないじゃん。マジなやつだからな、それ。全員マジに、絶対良くないリアクションだな、それは。いや、だから、敗者復活で来た時の勢いはまた怖いです。そうなんですよ。それが怖いです。そうでしょ、はい、うん。モグライダーがさ、こんな、はい、早く落ちちゃった、思わなかった？そういう。そうですね。悔しかったでしょ。そうですね、うん。モグライダーさんもやっぱ落ちてしまったんで、弔い合戦だと思って。うん、トムライダーだと思って僕ら自分たちのことを自分たちのことなんか同じ事務所でもないしその弔いする義理もないけど早坂営業ってだけだからまだ別に出れるからモグライダーさんモグライダーってね、はい、いやいやだから楽しみだよもうライバルもいっぱいいるけどもいっぱいいますね、はい、体調管理とか気をつけなきゃさそうです、ね、冬だからそうです、ね、はい、あ、昨日行ったりとかもしないんですかね。そっかそっか。もともとね。外行かないから。結構なんです、ね、外出ないっていうことは、はい、なんだろう、家で自炊してるってことでしょ？偏っちゃう、栄養偏っちゃったりするからさ、やっぱりそこら辺もちゃんと作んないといけないじゃん、飯とか。そうか。野菜、はい、野菜食べてる？ちゃんと。野菜食べてないですね。あ、ダメだよ、食べないって。マジで。マジで野菜。野菜とか野菜食べるよね。そうですね。野菜食べないといけないですね。はい。何食べてんの？僕ですか。僕結構ウーバーイーツとかしちゃうんで。
あー、はい、そっか、出前でね、出前でね、だからレタスとか食べてますねハンバーガーだろそれ多分ハンバーガーの中のテリヤキマックとかのレタスを野菜だと思ってた在インタビューですかこれ、2月にやった下北でやったライブ、あ、在インタビュー、はるかちゃんと、あれは最高でしたね、嘘ばっかりつく、嘘だけしか言わないライブ、あ、面白かったよね、あれ面白かった、ね、これきっかけで生まれたんですね、そうだよ、だからそれ多分バカの中のテリヤキマックとかのレタスを野菜だと思ってた在インタビューですかこれ、2月にやった下北でやったライブ、あ、はるかちゃんと、あれは最高でしたね、嘘ばっかりつく、嘘だけしか言わないライブ、あ、面白かったよね、あれ面白かったですね、これきっかけで生まれたんですね、もちろん嘘ばっかり言うから、はい、もうそのライブやろうって言って、はい、初めから最後まで嘘ばっかりついてたら、お客さんがタイトルがザ・インタビューってタイトルだから、はい、なんか本当に頭おかしい3人がなんかタイトルだけ見て、インタビュー好きのお客さんがいっぱい来てたら、そうそうそう、嘘つくライブだったから、そう、嘘つくライブってタイトルにしてればよかったんだけどね、はい、そういうインタビューにしちゃったから、ね、真面目な質疑を聞けると思った、うん、なっちゃったから、だから真面目に答えなきゃいけないじゃん、 M1 の時とかどうすんの、煽り V とかさ、もうそろそろ取材すごいでしょ決勝行ったら、いや結構ありましたね、うん、でも結構すでにもうあって、その日に、ね。めちゃくちゃ聞かれるでしょ、結構夜中までありましたね。去年もそうだろうけど。はい、まだ夜の店も脱いぞの。夜の店も脱いぞ。いいね、それは脱がないでしょ。なんか着てますよ、T シャツみたいな。T シャツとかでやったでしょ、ハリセンボンもやったでしょ、それはね。そうですね、黒い T シャツみたいな着て、ね。ハリセンボンさんも着てやってたな。そうだよね。いやいや。なんかあれなんでしょ、うん、昨日のインタビューの時は、はい、そう、去年事務所の社長に怒られたって話をしてたみたいだけど、ね、ああ、そうなんですよ、はい、なんで怒られた、うう、去年あの優勝者進出発表の時に、うん、その真空ジェシカって呼ばれてこう舞台上にこう上がる時に、なんかあのマスク、文字を流せるマスクがあって、ああ、そうだ、そこに見た去年のやつ、去年ね、はい、うん、俺たちが一番面白いっていう文字をずっと電光掲示板みたいなのがね、マスクにあって、うん、であとあの昔のパソコンをいじってたら、うん、なんか出てくるイルカがいるんですよ、うん、なんか質問があったら言ってくださいみたいな、イルカあの消せないイルカがあれをなんか頭からこうやってぶら下げて、頭からこうやってぶら下げて、出てきて、怒られて、あの去年の会見を見た社長が怒ったんだ、はい、そうです、そんなことをしていた、来る仕事も来なくなるからすぐにやめろって、はい、もうそう、余計なボケは一切 M1 までは禁止って言われて、はい、あ、そうなんだ、そっかそっか、はい、なんかやっぱ色物すぎちゃうから、なんか今年の会見はそういうのはせず、うん、今年は、うん、まあ、出てくるときに、うん、一応あのヨメサックさんのラジコンを、うん、カジサックさんのお嫁さんですね、はいはい、ヨメサックさんの、うん、あのぬいぐるみの、うん、ラジコンを作りまして、それをなんかガクと一緒にブーンとこう、どういうこと、どういうことっていう、ヨメサックのラジコン、ヨメサックのラジコン、ヨメサックカーなんですよ、いや、ヨメサックカーなんでしょって言われてもそのヨメサックの動画を一回も見たことないから分かんない、それラジコンが遅いの、そう、ヨメサックグッズで出してる、あんまり分かんない、あんまり知らなかったの、最初は、うん、あのジローラモさんだったんですよ、それであのジドーラモっていうボケだったんですよ、ジドーラモっていうボケだったんですけど、うん、なんか水曜日のダウンタウンのドッキリで、うん、なんかジローラモさんが結構怖いっていうのが、うん、そうだね、うん、殴ろうかとか言ってたんで、うん、言ってた、あ、ちょっとやめようということで、うん、なんかないかなって、うん、そしたらあのちょっとたまたま後輩から、うん、あのヨメサックさんのぬいぐるみをもらってたのがあったんで、うんうんうん、それをあのラジコンの車の上に乗っけて、うんうん、こう走らせるっていう、だってもうダジャレでも何でもないもんね、嫁サックカーって、そうですね、はい、まだジローラモの方はね、かかってでもジローラモよりは怒らなそうだから、まあそうですね、はい、最後勝てる勝てる最悪勝てる、気づいたら僕の横にその嫁サックカーがいて、知らなかったんでしょ、知らなかったです、わけわかんない、マジ田代正さんと同じやってる本当にニーニータコさんと同じやってる本当にニーニータコができる最後わけわかんないこと言ってるの同じに聞こえるわ、最後まで無視しちゃいましたもんわけわかんなすぎて、ちょうどそれもなんかカメラが抜けてなかったっぽいんですよ、最悪じゃん、あの嫁サックカーがやっぱ低すぎるんで、いや、そうだすごい、そうだ、そんな想定してないよ、はい、
抜けてなくて、ラジコン来ると思ってないから、終わった後なんか M1 のスタッフさんに、うん、なんか今年はおとなしかったねみたいに言われちゃって、ああ言われちゃってじゃないいいんだそれで、これは悔しんごでしたね。悔しんごって なんで悔しんごって、はい、楽しんごの、楽しんごのライバルですか、悔しんご、ライバル、はい。でもあの心の奥底では認め合ってるんですよ、うん、裏設定知らないよ、悔しいことか、悔しいこと、はい、そういう表裏一体なんだ、表裏一体、はい、広げなくていいっすよ、悔しんご好きなんだもん俺、こういう話が大好きなんだもん、楽しんごだもん今、楽しんご、うん、ノーマルの楽しんごだもん今、楽しんご、うん、ノーマルの楽しんご、これは嬉しんご、嬉しんご、うん、悔しんごでもあるし、悔しんごでもあるし、はい、体は一つ、体は一つ、誰がですか、楽しんごと、あ、楽しんご、もう花さん追い越してるじゃないですか、まだまだしてると思います、わかんないよ、いや悔しんご面白いじゃん、まあ、広げ方 うまいのかどうかもわかんないですよね、うん、もうなんかメール来てますよ、何、ね、星よさん、うん、はい、M1 決勝進出マゴメです、まあちゃんごめんね、ありがとうございます、以前川北さんが話をしていた、うん、はい、M1 はぷよぷよという理論についてもう一度教えてください。 M1 はぷよぷよ言ってるんですよ、ぷよぷよがめっちゃ好きで、かすごい好きなんですよ、よくわかんないですが、ぷよぷよ理論、はい、なんですかこれ、ぷよぷよって、うん、こう最初にぷよぷよって、うん、こう最初に土台っていうのを作るんですよ、うんうん、土台を組んで、うん、だここが漫才でいうところの、うん、まあ、なんか導入とか設定とかの部分 で、うん、でここをしっかりしてれば、うんうん、まあ、あとは上で結構もうアドリブでやっても大丈夫みたいな、うん、とあとは結構積み方がいろいろあって、はい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 、戦い方とかもなんですけど、結構こう大連鎖をブワーって打つ人もいれば、うんうん、二連鎖とか、うん、細かい連鎖で相手を邪魔して勝つっていう戦い方をする、うん、あ、対戦形式、ね、相手に石を落とすみたいな、はい、でそれがそのまんま、うん、その人 の漫才のスタイルと一致するんですよ、ぷよぷよって、うんうんうん、だから僕らなんかはすごい連鎖組むっていうよりは、うん、ちょこちょこ相手に邪魔するタイプで、相手に邪魔する、ああだからその二人の中でね、もうその漫才と一緒で、うん、大連鎖を組んで、その一発のでっかい筋でこうバーンって取るみたいな、なるほど、ポン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 みたいな、めちゃ気持ちいい時ね、どんどん消えていくっていう、でそれが一致してるんで、大体その M1 の前日とかはこうピューピューやって、こう自分の調子整えるっていうのがこうあります、うん、すごいな、ちょっと分かりそうで分かんない、分かりそうで分かんないし、なんか、うん、なんか途中まではすごいなんか、いい話かもしれない、本当にやってんの、ぷよぷよ前日楽しんごがですか、いつまで楽しんごさんの話してそっち楽しんごなんだよ、いやしんごの方だよ、あどっちでもないけどさ、わかります、はるかちゃん言ってるぷよぷよ知ってる、知ってる、あ、なんとなくはわかるんですけど、うんうん、挟んだら消えるみたいなだっけ、手と同じ色、あ、そう、同じ色4つのやつ、あ、つなげたら消える、はい、あ、そう、同じ色4つのやつ、あ、つなげたら消える、つなげたら消えるってやつか、うん、テトリスとかドラクエとかはダメなの、俺はドラクエだと思ってんだけど、え、漫才が、漫才はちょっと聞かせてください、やっぱレベルが、はい、99までしかないじゃんドラクエって、はい、だどんなに頑張っても99までしかいかないから、うん、まあ、あとは経験値をいっぱい積んで、うん、まあ、99まで上げていくと、もう普通になんか普通に喋ってても、うん、武器持たなくても倒せる、うん、だけど若い人は経験値が少ないからレベルが少ないじゃん、うん、だけどその分強い武器とかを手に入れるとこう倒すようになるじゃん、で経験値を一気に伸ばすためにははぐれメタルとかそういうちょっと劣悪な環境、例えば老人ホームのあんまり笑わないとことか、ああいうところでやる、劣悪ですね、環境でやる方が経験値がこう詰めるじゃない、だからいつも同じようなライブでやってスライムみたいなお客さんしかやってない人はまあ経験値はそんな積んでないのかなみたいな、経験値がこう積めるじゃない、だからいつも同じようなライブでやってスライムみたいなお客さんしかやってない人はまあ経験値はそんな積んでないのかなみたいな、あ、なるほど、それは、はいはい、嬉しんご、
あ、嬉しいの嬉しいもの話してたんですか、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ関係ないです。どういう説得力あったのになと。嬉しんごがドラクエやってる話なんですか。を聞いてたんだずっと。そうです。なんかちょうどぷよぷよとドラクエ、ね、そうです、うん、ちょうど同じくらい分かる、分からない、分かりそうで分かんないです同じぐらいだった、ね、やっぱりね。今回一緒に決勝行けたロングコートダディさんも、うん、準決勝 の、 その当日というかもう深夜、うん、一緒にぷよぷよやってましたし、うん、本当に、はい、ぷよぷよ仲間なの。そうなんですよ。ママタルトもストレッチーズもさすらいラビーも、うんうん、フランツとかもそうですね。それは余裕があるというか、やっぱりぷよぷよをやることで整えるんだ、はい、なんか頭の中がそういうね、ちょうど整理できるんだ、はい、それで。すごいんじゃない。それはなんかだから理論というか、はい、なんか頭のちょっとした回転の体操になるみたいなことでしょ。そうですね、はい、めちゃくちゃ芸人の中でぷよぷよ流行るんじゃない。流行るから流行りますね。羊ネイリとかも今年すごい良かったんですけど、うん、これ なんか漫才その、うん、僕あの配信されてたんで見たんですけど、うん、すごい良かったんですよ。これなんで落ちたのかなって分かんないんですけど、うんうん、やぷよぷよやってなかったみたいで。いやそんなやつよ羊ネイリだけじゃないだろ。なんで羊ネイリだけなの。あとぷよぷよだけが足りなかったんだ。ぷよぷよだけが足りなくて落ちてしまったコンビも多分たくさんいると思うんで。いやもう ほとんど6800組ぐらい。そうだよぷよぷよ。だから行き詰まった芸人は、うんうん、ぷよぷよやった方がいいかもしれない。学生もやった方がいいんじゃないの。僕は一回だけ川北に教わったんですけど、うん、なんか思ったより上手にいかないんですぐ飽きちゃって。中途半端にやるんだったらやんない方がいいよね。そんな。そうですね。だった方がいいよそんなぷよぷよ。そんな。いやでもやんない方がいいんだったら僕はやんない方を選びたいなって。そうなるだろ。なんか説得してくれよ、もうちょっと責められてさあこの後も真空ジェシカのお二人お付き合いいただきます。そんな強いこと言ってないまあそりゃそうだよ。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10にお電話を。続いて日本放送交通情報です。警視庁岩川さんお願いします。はい。道の坂東インターと上総インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道の内回りは海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。首都高速道路の状況です。中央環状線の内回りは飛鳥山トンネルで緊急の工事のため1キロ半の渋滞、さらに西池袋に乗用車が故障して止まっているため1キロ半の渋滞です。一般道路は都内の甲州街道の上りが新宿区新宿御苑トンネルで事故の調べのため通行止めになっています。日本道路交通情報センターの岩川でした。岩川さんありがとうございました。次の日本放送交通情報はズームそこまで言うかの中で3時56分頃お届けします。箱崎みどりです。私たちが作った日本放送アナウンサーカレンダー2000です。数量限定、お近くの書店でぜひお求めください。日本放送ナイツザ・ラディオショー。さあ今日は引き続き真空ジェシカのお二人をお迎えしております。マーちゃんスティッキーフィンガーフィンガーズさん、メール来てる。マーゴメが流行語大賞の候補にすら入らなかったことに衝撃を覚えています。何が足りなかったのでしょうか。来年はマーゴメをどうしていきたいですかという。この人が偏ってるって、その人そんな人のメールあんま読まない方がいいわ。いいですよ。見てるものが送ってきてる。偏りすぎだからめちゃくちゃ来てる。この人スティッキーフィンガーズだけでこっちにも4枚ぐらい来てる。すごいね。大好きなんだよ。大好きなのよマーゴメ。配慮しないんだからね。どうすんの、はい、別に流行語大賞取ろうとかそういうことじゃないんでしょ、はい、商業的にしようとしたわけじゃないんでしょ。そういうことじゃないんですよ、はい、うん、でもスティッキーフィンガーズだけでこっちにも4枚ぐらい来た。すごいな。大好きなんだよ多分。大好きなのよマーゴメ。
入るわけないんだから、ね、どうするの、はい、別に流行語大賞取ろうとかそういうことじゃないんでしょ、はい、商業的にしようとしたわけじゃないんでしょ、そういうことじゃないんですよ、はい、うん、でもただただマーゴメをもう当たり前の日本語というかじわーっと浸透させていって最終的にはもうその日本の国語辞典は一枚のマーゴメって書かれた紙にしたいと思います。ダメだよそれ。退化していくからどんどんそれは。あ、もう日本語はマーゴメだけにしたい。マーゴメだけです。マーゴメの説明もマーゴメになる。ペットボトルとかいうのも全部マーゴメ。全部マーゴメです。すごいなそれ。すげえ大変だけどな。大変ですけど、はい。楽だろうけど作る方はね。はい。別にいらなくないもんその時点。そんな紙一枚だと。いやそうです、ね。なった時点で。でもなんか、ね、確認したい時とか。マーゴメで合ってたっけみたいな。マーゴメである。マーゴメか。あ、すごいね。はい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 。スティッキーフィンガーズさんのメール、うん、近川北さんは U 字工事福田さんにハマってらっしゃいますが、うん、あ、そうですね。いいところに目つけた、ね。同じく福田さん好きの花輪さんとは思いを共有されているので。そうなんですか。え、福田くんにハマってんの？うん、ストッパーだからね。はい、話をもういきなり止めるからね。彼はそういうことよくないんですなんか川北の福田さんのいじり方というか、うん、なんか、うん、逆ニッチェっていうのをよくやってるじゃないですか、うん、はい、花輪さんにも協力していただいて、うん、ニッチェさんに謝りに行ったりとかさせてもらったんですけど、逆ニッチェね、はい、でそういうあのボンボンをやって、うん、逆にしてっていうのをよくやってたら、うんうん、番組とかで逆ニッチェ用意してくださいとか言われることが出てきて、うんうん、あ、なるほど、いろんな派生したなんかインフィニッチェみたいな、はい、ニッチェさんの顔が江上さんの顔がもうなんかインフィニッチェアシュラみたいになってる、逆ニッチェ逆ニッチェで一周してるんですよ、うん、3D でもう逆ニッチェ、はい、はい、回転するんですけど360度っていう、はい、すごいの作ったね、そうです、上のとこ軸にハンドスピナー埋め込んで回るようになってる、はい、めちゃくちゃ滑らかに回るようにしてんじゃん、はい、とかも顔がそのボンボンの部分だけのムッチェっていうないニッチェとかないニッチェでムッチェ、はい、顔がないボンボンだけのやつとかいろんなグッズを生産してたんで、そういうのたくさん持ってきてくださいって言われることが多くなって、ね、でもうそういうの言われると逆に嫌になるというか、持ってきてって言われたらやりたくないっていうのがあって、そうかそうか、じゃあニッチェをどうぞって言われた時になんか電光掲示板マスクみたいな、なんか LED で顔に何でも映し出せるみたいなやつに U 字工事の福田さんを映し出して登場して、福田さんってなんかそう電光で見て LED で見てもあんま誰か分かんないよ、誰ですかって、あ、これ U 字工事の福田さんなんですけど、あ、江上さんじゃなくて、めっちゃ信じられないぐらい。分かる、なんでそのそういうのやっちゃうの、そういうやりたかの分かる、ね、やっぱ福田さんといえば髪型がかっこいいじゃないですか、うん、まあ昔から俺はイングリモングリのボーカルと兵頭ゆきって言ってるけど福田君の髪ね、福田さんの髪型がめちゃくちゃかっこいいんで、やっぱその電光掲示板みたいな顔の時髪型が、うん、やっぱみんな髪型で福田さんを認識してると思うんで、そんなことない、分かんなかったのかなって思うんです、ツンとしてるからね、ちょっとかっこいいんですよね、眉から下しか映ってないと分かんない、結構誰か分かんないこと多いんで、そういう問題じゃないでしょ、やめなさいよそういう電光掲示板のマスクで行くのもそうらしいし、なんか持ってきてくださいって言われるとちょっと違いますね、だから騙しでちょっとやりたい人なんでしょ、はい、そのなんか、うん、逆ニッチェなんて必要とされてはいけない。そうだね。うん、こっちでも、じゃあ楽しいんだ、それ作ってる時が。楽しんごですか？いつまたねえよ、間違えた。楽しんごが。嬉しんごだよ。あ、嬉しんごさん。また新しいやつ出てきた。僕ら悔しんごじゃないと。悔しんごと嬉しんご。意味が分かんないもん。そういうのやったことないでしょ、はるかちゃんも。小道具とかさ、うん、用意したりとかさ。ないですね、そんな考え。よく思いつきますね、その電光掲示板とか。でもはるかさんもなんか歯のなんか神経死んでるみたいな、うんうん、あるある、 あ、はいはい、あれなんか やってませんでした、小道具だな、あれ自前なのよ、あれ自前自前の前歯でやる、あ、ガチ違う、逆にいっちゃうみたいな小道具ボケじゃないから、ね、うん、あれガチ本当に小道具だと思ってた、歯の神経死んでるわ、自前でできるやつ、自前でできるかな失礼だな、失礼俺逆張り専門みたいなことやるの、逆張り専門できますね、確かに、うん、1個だけ真っ白で歯が1本だけ真っ白で、あと全部真っ黒で、真っ黒、逆張り専門いきますね、いきますねじゃないよどこで
で披露すんねん、そんなことやるの。逆にできますね、確かに、うん、1個だけ真っ白で歯が1本だけ真っ白で、あと全部白、全部真っ黒で逆張り線も行きますね、行きますねじゃないよどこで披露すんねん、そんなの。いや本当に本当に大変だよね。漫才はちゃんとやったんでしょ。もちろんふざけたことなんだろうけど、その、はい、逆にっちとかやってないでしょ、漫才ちゃんと通るつもりで。そうでしょ、はい、やりましたね。でも、楽しみだね、決勝戦のなんか楽しみだね、ああいう、あの座ってる時とかさ、ああいう時もさ、何するのか分かんないじゃん、ね、今回だランジャタいないからね、真空ジェシカと、ね、米田2000じゃない、やっぱそういうのやってきそうな、そう、ね、あ、そうですね、またちょっとその系風だよね。あ、米田はそうですね、米田2000もね、めちゃくちゃやってましたね、ね、やってるもんね、はい、はい、あとその、うん、コーナーですか、あ、メール、はい、メールもう一ついける、なんかあります、でもそのスティッキングこれね、ゲストは今一番気になることやハマってる話を伺っております、うん、最近気になることありますか、うん、ね、あ、来た、あるね、あ、大丈夫、うん、あのガクがちょっとなんか最近太り始めてきていて、うん、あ、そうなんだ、そうなんです、そうか、うんうんうん、僕あの痩せてるネタしか作れないんですよ、うんうん、だからちょっとあの何痩せてるネタしか、うん、そんなことないよ別に、うん、だちょっとあの、うん、痩せてるね、ちょもうちょっと、うんうん、額が痩せてたら、うんうん、受けたのになっていう箇所がそんなある2箇所ぐらいあってマジかよ、そんななんの、はい、でなんか聞いたら、うん、後輩の吉住が、うんうんうん、なんか去年の M1 を見てて、うん、真空さんはちょっと2人とも痩せすぎてるから、うん、ちょっとかわいそうってみんなが思っちゃうから、うん、笑いづらいんだってなんかことで、細すぎると、はい、うんうん、だからなんかあの少し丸みを帯びた方がいいと、はい、予選の前の日とか吉住ととんかつ食いに行くみたいなのやってます、ね、あ、そう、はい、縁綺麗よ、そんなに綺麗すぎだって吉住は良かれと思ってやってくれてるから、うん、背も伸び始めて、なんでだたくさん食べて栄養がここのところすごいどんどん成長してきて、まだな、別人みたいになったらですよねまだ全然細い感じだけどね、まだギリギリイメージ的にはもっと痩せてほしいんだ。もっと痩せてほしい。まあサンドイッチマンとかもそうだもんね。いや本当そうです、ね。やっぱり可愛くなったもんな。そこまで太りますか、そこまで。太ったもんな。さあちょっとねお時間ですけど、真空ジェシカからお知らせありますか。お知らせありますか。うん、はい、あ。あんまり掘り下げてはいけないって言われてるんですけど、うんうん、あの僕あの動画共有サイトの X ビデオっていうところで、うんうん、あのネタ動画をあの公開してますんで、よかったら見てください。なわけねえだろ。いやこれ本当に上げてる。上げてる。はい。そうなんだ、はい、本当に上げてんだ、でももちろん上げてる、やめなさいよ、上げてるんですね、まあごめんコンハブ、まあ、あとやっぱり何といっても M1 の決勝ですね、はい、もう本当頑張っていただきたいと、頑張ってよ、楽しみにしております、楽しみですね、はい、あ、これ今、うん、あ、はいはい、12月18日、ごめんなさい、うん、ここで電車の情報です、はいはい、小田急小田原線は厚木駅で発生した人身事故の影響で、海老名駅から本厚木駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。小田急電鉄によりますと運転再開は午後3時40分頃の見込みです。ご利用の方はご注意ください。ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。真空ジェシカの2人でした。マモです。マモ。アルティメットありがとう。人力車1年目の男女コンビ。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎、当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは
あなたも給付の対象中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。出光興産主催無料オンラインコンサート、未来を奏でる音楽会を開催。聞きなじみのあるプログラムとオンラインならではの楽しいコーナーも用意しています。配信は12月17日から2月16日まで。詳しくは未来を奏でる音楽会で検索してください。目の不自由な方へ音の出る信号機を。日本放送第48回ラジオチャリティーミュージックソン。メインパーソナリティを務めるのは僕たちストーンズです。今回のキャッチフレーズは夢を力に。放送は12月24日土曜お昼12時から。リビング前島かのアナウンサーです。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今日から12月になりましたけれども、うん、早いものだと3週間ほど経てば、うん、もうクリスマスです。はい、あっという間に来ますけれど、ね、まあ、日頃ねお世話になっている方への贈り物ですとか、うん、今年も頑張った自分へのご褒美、もうお決まりでしょうか。うん、まあ、今日のラジオリビングはクリスマス直前の特別企画、はい、豪華特典付き老舗百貨店高島屋 0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダントをご紹介します。いいですね。はい、スタジオでねキラキラもう輝いてますけれども、創業191年の老舗百貨店高島屋の熟練バイヤーが、はい、輝きにこだわって入りすぐった究極の一品です。でしかもダイヤモンドを使った豪華特典までお付けして、うん、なんと3万円を切るというものします。リビングでもね今年もさまざまな宝石ご紹介してきましたけれども、中でも好評だったのが高島屋えりすぐりのダイヤモンドです。うん、まあ、なぜかというとやっぱりこう照りですとか輝きが素晴らしく、うん、その中でも大粒のダイヤがお買い得に手に入るからなんですね。今回ご紹介するのは、うん、婚約指輪の平均サイズと言われる 0.3 カラットの一粒石のダイヤをシンプルに留めた王道のデザインです。華やかでありながら品がよく胸元に輝きのアクセントが生まれます。うん、服装もフォーマルにもカジュアルにも合わせやすいデザインですので、あの、まあ服装もちろんなんですけども、年齢を問わずお使いいただける、もう理想のダイヤといっても過言じゃないと思います。はい、うん、つけて幸せ、そして送って喜ばれる、うん、身につけた人を美しく輝かせてくれるきらめき、うん、もう自信を持っておすすめいたします。豪華特典付き老舗百貨店高島屋、うん、0.3 させてくれるきらめき、うん、もう自信を持っておすすめいたします。豪華特典付き老舗百貨店高島屋、うん、0.3 カラット一粒石のダイヤモンドペンダント。リビングの調査ですと、まあ、0.3 カラットの大きさで10万円で売られているお店もあったんですけれども、はいはいはい、やっぱり今ダイヤモンドの値段も、ね、上がってますから、はい、ですがリビング、うん、3万円切ります。あら、なんと税込み2万9800円です。ダイヤモンドですよね。そうなんです。でしかも特典付きで、しかも今回一回りも大きい 0.5 カラットもご用意しましたが、こちらの大きさちょっと調べたところ18万円するものもある中、税込み4万9800円です。5万円を切っちゃうんですね。そうね、改めてご紹介なんですが、今回豪華特典付きです。 U 字型が幸せをため込むと言われて、今もすごく人気の馬蹄の、うん、馬蹄のチーフ、はい、ダイヤモンド埋め込んだペンダントまでお付けして、うん、なんとこのお値段なんですよ。すごい、すごくお得なので、ぜひ関東一都六県は送料無料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。このダイヤの輝きはもちろんなんですが、うん、枠にも徹底的にこだわりました。うん、贅沢に高級素材の純プラチナを使用しています。うん、そしてこうラウンドブリリアントカットっていう、あの一粒石のダイヤが最も美しく見えると言われる、もう6本爪で留めていて、もう本当に今もライト浴びていて、すごくキラキラと、あ、本当だ、いろんな方向にね、キラキラ輝きますけれども、すごくあの、うん、動いているだけでキラキラ胸元輝きますので素敵です。そして鑑別書、高島屋保証書を付けして、高島屋のロゴ入り専用ケースに入れて、高島屋のバラ柄の包装紙に包んでお届けします。うん、
1年間頑張った自分へのご褒美ももちろんなんですが、日頃お世話になっている方へのもちろんなんですが、日頃お世話になっている方への贈り物にもぴったりですので、うん、ぜひご検討ください、うん、先ほどもご紹介したんですけれども、本数限定でのご用意ですので、ね、ぜひお早めにどうぞ。改めてお値段です。豪華特典付き老舗百貨店高島屋一粒石のダイヤモンドペンダント 0.3 カラットは税込み29,800円、一回り大きい 0.5 カラットは税込み49,800円、しかも豪華特典としてダイヤモンドを使った馬蹄ペンダントをお付けしてお届けします。関東1都6県は送料無料。お申し込みお問い合わせはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 まで。ラジオリビングのホームページからもご注文できます。ラジオリビングで検索してください。前島香乃アナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで中央事務所、実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。クレジットカードを利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は0120が対象か無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。うめいはもたれと背中合わせ、油こってり胃にガツン、絵で油を分解。大体さん栄養剤は胃の中の油を分解。胃もたれには絵が効く。覚えてください、第5の大体さん栄養剤、第2類医薬品です。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。この時間は日替わりで様々な企画をお届けしていますが、毎週木曜日はこの方とお届け、俳優、声優、そして愛玩動物使用管理士一級の菊池由美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そんな菊池さんとお送りするのはこちら、ザ・動物ショー。私たちが住む地球には知られざる生き物の話がたくさん。今日もそんな世界中のびっくりな動物ニュースを動物大好き菊池由美がワイドショー風に紹介していきます。よろしくお願いします。それでは本日のニュースです。双子のあの動物が笑顔でハイタッチ。栃木県の那須動物王国のツイッターで、うん、後ろ足で立ち上がり、高く片方の前足を上げ、仲良くハイタッチしている2頭のレッサーパンダの姿が話題になっています。このレッサーパンダの姿が話題になっています。こうして立つ仕草は健康管理に必要な行動で、うん、動物園のトレーニングによってしっかり立っているんですが、 その姿に人入ってないですか、など反響が上がっています。なんだ、健康管理に必要なトレーニングなんだ。なんですか、立ち上がってその肉球を見たり、肉球とか手のひらを見たりとか爪を見たりとか、ね、体温を測ったりとか、そういうことでやっぱり動物園、人によって飼育されてるあの動物は必要な行為らしいんですね、はい、そうなんだ。なんか立てるようになってるね、那須動物公園。ちょっと覚悟してくださいね、この悶絶するほど可愛い姿です。わー、可愛い。あ、本当人入ってるみたい。本当に可愛いんですよ。双子なんだ、しかも。そうなんです、双子なんです。
2匹は大地くんと大福くんという名前で2歳の双子なんですね、うん、大地くんは食いしん坊、大福くんはマイペース、うん、あーすごい、そしてこちらはね、こうなんでしょうね、この突っ込んでるのかな、本当だ、漫才やってるみたいに、本当に着ぐるみみたいじゃない、なんでこんな綺麗に正面に立つの2人、ね、正面向いてね、正面向いて2人して、写真みたいに、これ、ね、こちらの、あの写真は菊池美ツイッターに載っておりますので、ぜひ見てください。ということで、動物解説員のはるかさん、いかがですか。この2頭の片方が大福という名前ということだが、今日のスペイン戦での勝利を予言してハイタッチしていると思う。そんなことありますかね。誰の真似だったんですか。いいか、ブランク、ヤホー、大福のハイタッチは絶対だ。まあ、頭の片隅に留めておきます。今のは、内藤隆さんと金田明夫さんですね、うん、はい、すごいですね。ありがとうございます。本田博太郎さん、本田博太郎です。余計な本物じゃないですか。本物じゃないですか。マーゴメみたいなもんですから、はい、ごめんね、普通にごめんね。続いてのニュースです。普通のごめんね、はい、エアコンの配管だと思ったら、まさかのあの動物。白い配管だと思ったら白い蛇だった。めっちゃ悪いじゃんそれ。そんな写真が話題になっています、うん、ツイッターユーザー、引っ越したまほろばさんが上げた写真には、うん、天井近くの白い壁にくねくねと曲がりくねりながら張り付いている白い蛇が写っており、その姿はパッと見ではエアコンのドレンホースさながら、完全に配管ですといったコメントが寄せられています。ということなんですけれども、いや、ちょっとね、えっていうぐらいに思ってしまうんですが、これは面白い。エアコンも痛い、本当に。本当にホースですね。あそこになってさ、左側これ四角くなってるじゃないですか。そうなんですよ。こんななんか直角に曲がるの。ねえ、まさか擬態してるんですかね。ちょっとするな。配管に擬態。配管に擬態。ね、鳥に当たった。もともと白い蛇ですよね。もともと白い蛇なんですけど。壁の色ともぴったりだしな。ぴったりです。で、普段はこういう感じで、こちら柄の方がよく見えるようになっているんですが、こちらはペットのメリッサ君6歳。うん、普段から上上と行きたがる癖があるので、こういう写真が撮れたんでしょうかね。白ヘビ、白ヘビ、話し飼いにしてるのか。じゃあね、あのお部屋の中で話し飼いにしているのか、ね、なんか細いところとか入り込んじゃってね、そうですよね、いなくなっちゃったりしないのかね。ね、気をつけてほしいですけどもね。すごいこの写真、本当に、ということで、動物解説員のはるかさん、いかがですか。チャ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 チコウメさんよりも10倍面白い。コウメさんもうここまでちゃんともうやんないもん、ちゃんとなってないから ね、 ネタが ね、 もっとわけわかんないからね。高い声出ますね。そうそう、あと楽しい。チクチクチクとか言うから最近。食べるんですよ。怖い。チクチク怖い畜生出るそうですね。三回ぐらい。チク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 って言うから。怖いんですよ。怖いんですね。ありがとうございます。はいはい。ということで、以上動物ニュースでした。メール募集中です。動物に関する質問や気になるニュースなど rs@1242.com までメールの件名に動物と書いて送ってください。また私菊池由美のポッドキャストワンダフルトゥモローも日本ビッグカメラ小島歳末感謝セール、当社指定の大画面テレビに買い替えで今お使いのテレビを最大5万円で下取りします。他にも対象の冷蔵庫、洗濯機、エアコンを購入で通常ポイントに加えてさらに最大1万ポイントプレゼント。詳しくは店頭ホームページで。ペットは大切な家族です。そしてかけがえのない親友であり永遠の恋人でもあります。私たちはペットと人の絆を一番に考え、心豊かな暮らしを実現します。大切にしたいペットのためにアースペットです。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎給付金のお知らせです。集団予防接種により B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方は最大3600万円の給付を受けられます。
まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人、1000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。時刻は2時53分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。まずは流行語大賞です。今年話題になった言葉に贈られる現代用語の基礎知識戦2022ユーキャン新語・流行語大賞が今日午後発表され、年間大賞に史上最年少で三冠王となったプロ野球ヤクルトの村上宗隆選手を称える呼び方、村神様が選ばれました。トップ10には断定を避ける意味合いで関西で使われていたものが若い世代を中心に流行した知らんけどが入賞したほか、国葬儀や親が特定の信仰を持つ子どもの呼称、宗教2世も入りました。次に、東京都は今日午後新型コロナウイルスのモニタリング会議を開き、体制について報告いたします。今週から総括コメントの色は代々体制強化が必要な状況であると1ランク上げました。入院患者数は3週間で2000人台から3000人台に増加しました。外来を含めた医療提供体制をさらに強化する必要があるといたしました。次に、政府が今日始めた冬の節電要請について、松野官房長官は今日午前の記者会見で、無理のない範囲での節電省エネへの協力を呼びかけました。12月から3月までの間、家庭や需要家の皆様には重ね着などをして室温を下げる、使っていない部屋の照明を消す、お湯の出しすぎに注意するなど、無理のない範囲での節電省エネへのご協力を改めてお願いをさせていただきます。政府は老朽化などで休止していた火力発電所の再稼働などの気に注意するなど、無理のない範囲での節電省エネへのご協力を改めてお願いをさせていただきます。政府は老朽化などで休止していた火力発電所の再稼働などの供給対策を行う一方で、需要対策として来年3月末まで家庭や企業に節電を呼びかけます。おしまいに、ブラジルアマゾン地域の熱帯林の面積が伐採などにより去年8月から1年間で推定で1万1568平方キロメートル消失しました。ブラジルの国立宇宙研究所が明らかにしたもので、消失した面積はその前の1年間と比べて 11% ほど減少しましたが、秋田県に相当する面積が失われました。開発に意欲的なボルソナロ大統領の姿勢が違法な伐採を助長していると批判が出ていましたが、来月就任するルラ、アマゾンの伐採の実質ゼロを公約に掲げています。専門家によりますと、アマゾンの森林破壊の状況は引き返せるかどうかの転換点に近づいていて、対策が急がれているということです。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。大田和文江さんを講師に迎え、1月25日水曜午後2時、東京八重洲で現代人の心と体のカルテをテーマに特別講演会を行います。抽選で100名様をご招待します。ご応募は日本放送ホームページをご確認ください。さあ、メール読みましょうか、ね。はいはい。はい。うん、あ、サトシユさんです。ぷよぷよと M1 グランプリの関係性についてです。ぷよぷよの開発者新谷正光さんは、2017年に女性社員とコンビを組んで、うん、M1 グランプリ1回戦敗退ながらも、うん、ナイスアマチュア賞を受賞してました。すごいじゃないですか。関係あるそうなるとちょっとそうね、そういうね、なんかちょっとあれ話変わってくるけどね、参加してるってことなんだ。あ、そうなんだ。ぷよぷよ開発者、ぷよぷよ開発者、あ、そう、もしかしたらなんか観客もちょっと一枚絡んでるかもね、金、うん、そこね、金の動きが、うん、ぴょぴょのからぴょぴょ宣伝してくれみたいな感じ。竹内も川北も金か。そんなまとめになります、うん、今日。M1 の熱いいい話結構聞けたけど。大変だなこれ。ね、あ、そうですか。バウバウバウさんですね。竹内さんが M1 について書き入れ時や
配信が儲かるというようなことも、おっしゃってましたが、うん、MI への情熱が熱すぎて照れ隠しで言ってると信じたいですね、うん、お金のこと考えているような人じゃないと思います、うん、ということで、ね、信じてる人もいるんですけど、うん、どうですかね。すごい数字とかはっきり言ってましたけどね回るとか言ってましたよ完全に YouTuber 目線ね、うん、なんか最後錦鯉が刺したって言ってたから賭博したんじゃない競馬感覚でオズワルドを刺したって言ってたよね。そうだね、うん、逃げ切れると思ったんだけど、うん、刺されたっていう感じで、刺されたって逃げ馬応援するスタンスだったかもしれないです、ね、かもしれないですねそんなことないですよ。本当純粋に M1 好きな人たちですから、ね、はい、まだまだメールお待ちしております。おいしいトマトはどうやって選べばいいの？ヘタが緑色でピンと張った桃太郎。へー、手に取ってずっしり重い桃太郎。ふーん、あと傷のない桃太郎がいいかな。とりあえず桃太郎か。とりあえずおいしいトマトは桃太郎。種のさっき。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。突然ですが問題です。日本一高い山は？富士山。ですが、あなたのお車、高い買取査定に挑戦するのは？ガリバー。ガリバーはいいとこ探しのプラス査定で高価買取に挑戦します。次の問題。日本一早い乗り物は？新幹線。ですが、電話で簡単無料査定早いのは？ガリバー。お車の車種と年式、走行距離を教えてください。おおよその査定額がわかります。まずはお電話ください。 0120-66-4747 66-4747、 ガリバーです。ザ・ラジオショー3時です。時刻は3時を回りました。ナイツ・ザ・ラジオショーをお送りしております、はい、さあ木曜パートナー箕輪はるかちゃんからこの時間の天気お願いします。いいですか？お願いします。はい、3時の天気お伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 9.4 度、湿度は 77.6%。 東京地方今日の天気は曇りです。関東地方は雲が広がり、北部のところどころで雨が降っています。午後2時の気温は都心で 8.8 度でした。この後も雨が降り、北部の山沿いは雪になるところもありそうです。明日は晴れ間が出ますが、北部の山沿いでは一時的に雪や雨の降るところがあるでしょう。引き続き暖かくしてお過ごしください。以上3時のお天気でした。ありがとうございました。さあそしてここで毎年にありがとうございました。さあそしてここで毎年日本放送で行われているラジオチャリティーミュージックソンのお知らせです。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティーミュージックソン、1975年からスタートし、おかげさまで今回で48回目を迎えました。そして今年も今月12月24日土曜日の正午から翌日25日日曜日の正午まで、ストーンズの皆さんをメインパーソナリティにラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。皆様からの募金は来年の1月31日まで受け付けています。有楽町の日本放送本社では平日朝8時から夜8時まで、正面玄関に設置された募金箱でも受け付けています。その他銀行振込などキャッシュレス募金でも受け付けております。募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックご覧ください。皆様のご支援ご協力どうぞよろしくお願いいたします。はい、去年に引き続き孫名で、孫名がねやってる、孫名してくれるということですね。またあその万能な言葉みたいにしようとしてますけどね、はい、一人で十分なんで、川北くんだけで十分。12月孫名にやらせていただきますので意味が全然わかんないんで、孫名です。ちゃんとお願いしてくださいここは。はい、そしてこの後は建設業関係注目の馬込です。どういうこと？The Radio Show. Zoom. Zoom.
私あの海外に行くもんですから、うん、ちょっとあの円高にしないとまずいよなと思ってちょっと円高にしてみました。おっとさすがですね。足りない辛抱介入が入りましたか。辛抱二郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半から。この後は伊田君今日任したからね。いや待った待った何言ってんですか。この時間はパートナーにスポット当てたコーナーをお届けしていますが、木曜日はこちら。昨日発表された M1 グランプリ2022の決勝進出者の9組、うん、同時に G1 グランプリ2022の決勝進出者も発表されました。ラジオショーではおなじみのダイヤユンボをはじめ、ダイヤモンド、真空吸着機、んロングアームダディ、うん、男性アスタンコにも注目です。箕面はるか座重機ショー重機ハイブリッド川柳。真空吸着機 M1 に合わせてなんかこう似たような大会開かないでよ。 G1 とかつって、はい、もうやってますから、ね、うん、もうこれはもう昔からやってんの。15目です。15目マーゴメじゃなくて15目です。マーゴメ用のやつもあんの。15目はい、15目なんで15目って。15目に、じゅうちゃんごめんね。じゅうきごめんね。じゅうちゃんごめんね。全部じゃんそれ。意味わかんない。はい、工事現場で働いて皆さんお疲れ様です。今日も私箕面はるかが大好きな重機が入った川柳を重機にのっとり合計5の19文字で送ってもらっています。はい、お願いします。まずは波乗りトマトさんです。うん、オジュワルド優勝候補がまさかの準決敗退。オジュワルド、うん、準決か、準決じゃない、準決、はい、あ、それ準決はあったね。失礼しました。もう全部重機に確かに置き換えちゃうから。オジュワルド、オジュワルドですね。みんなびっくりしました ね、 うん、そうね、はい、伊藤十入りのなんかん お兄ちゃん、サイリね、うん、そうだよね、伊藤十入り、お兄ちゃんね、妹が伊藤十入りなんで、うん、今重機艇のね、カエル艇重機艇、重機艇の今日わかんないね、アスタコと付き合ってるからね、普通なんだそこは。岩倉じゃなくて残念なんですね、うん、はい、続きまして宮戸川さんです。うん、沼トロンでふるいにかけたいと悩む審査員。沼トロン、沼トロン、はい、これ初めて、これ初めてですね。この沼トロンは、うん、木の根っこを土ごと掘ってふるいにかけ、うん、根っこだけを除去できる重機です。なんかこう網みたいなのになってて、あ、ドラムみたいな形になってて、これが回転するんですね。なるほどね。もうだいぶこれ助かっただろうね。引っこ抜くと土いっぱいついてるもんね。うん、そうですね。めちゃくちゃ重いからね。土だけをこう除去して。自然にもいいよね。こんなのできるんだ、重機で。すごいですね。すごい。M1 決勝進出者が発表、審査員の皆様は本当に苦悩なさっていると思います。沼トロンでふるいにかけて優勝者を決められたらこんなに悩まなくていいのにな。なるほど、ね、超人オリンピックだよこの。そうだね、ふるいにかけられて、ふるいにかけられるやつ、理想的な体型しかね残れない。そうなんだよこれ。超人オリンピックのふるいありましたけどね。危な。はい、続きまして、はい、猫パンチさんです。朝ドラは重機パイロットを目指す掘り上がれ。あ、舞い上がるの逆ね。はい、掘り上がれ、掘り上がれじゃなくて掘り上がれなのね。掘り上がれですね。舞ちゃんならぬ掘りちゃんが掘削学校で教官の指導を。掘りちゃんじゃないのそれも。掘りちゃん、掘りちゃん、掘りきたみたいな、もうそれ舞ちゃんみたいなね。掘削学校で教官の指導を受け成長していくドラマです。いやいいねこれも、いいですね。でも重機系の、ね、ドラマとかあってもいいよね。そうやるんじゃない、重機系の、ね、ドラマとかあってもいいよね。そうやるんじゃない、パイロットでね、うん、こんだけドラマがあるんだから確かにね、建設現場でのし上がっていくみたいな、そうそうそう、うん、ね、うん、今までないもんね。そうですね、おしんってそういうやつでしたっけ。おしん全然違うわ。重機の話じゃないの、おしん重機操縦してるとこないでしょ。おしんピンコさんが操縦する人が話じゃないの。ちょっと見てないか分かんないけど、うん、違うの、ね、あれ掘り上がる主題歌は爆砲ナンバーが歌ってますもんね。あ、バックナンバーじゃないか。バックホーンナンバー、あ、うまいですね。ね、掘り上がれ、はい、うん、
楽しみです、はい、続きまして富士サカリパークさんです、うん、かき食えばパイルドライバーなるなり橋梁工事。かき食えばもうね、うん、名作の国、はい、橋梁工事ですね、はい、解説、今日のような小春日和に来ていると、うん、遠くから聞こえてくるパイルドライバーの打音、法隆寺の鐘の音に勝るとも劣らない風情を読んでみました、うん、ちゃんとしてる解説、ね、勝るとも劣らない風情ですか、そうですね、橋梁工事ね、はい、橋をかけるですね、本当このコーナーでこの流れるパイルドライバーの音いいよね、ちょっとね、いいですね、コーンっていうね、これ変わんないもんね、うん、ずっとね、そうだね、やっぱ銃器戦術にはこの音は欠かせない、ぴったしだね、うん、はい、風情ありますね、風情ありますね、ありがとうございます。続きましてクリムシ羊羹さん、はい、油圧ショベルグラップルに変えたら UFO キャッチャー大会優勝だ。うん、グラップルというやつがまたこれアタッチメントですね、アタッチメントなんかこう先っぽだけ、ね、本当だね、なんか挟むシンプルな、はい、本当 UFO キャッチャークレーンゲームみたいな形してる、つか、ね、むような動作が掴みやすい、グラップル、はい、そうだね、木材なんかをこう大量に同時に掴めますね、実際のクレーンゲームのさ、うん、何アームって本当に弱いからさ、確かにね、これでいけると思ったらグニャってなってね、そうなんですよ、全然つかめないじゃんみたいなあるけどね、あれが重機だったらいいのになって全然いけますもん、ね、思うよね、すごいだろう、でも見た目はね本当クレーンゲームみたいなやつだよね、うん、そうだね、うん、グラップルでねちょっといろいろね取って、逆にお菓子とかもひねり潰しちゃうんじゃない、握力強すぎてクレーンゲームのあのあれ、うん、入れ物とかがつかめそうだよね、全部のカプセル、うん、カプセルっていうかもうあの機械ごと、機械ごと、そういうことね、これでいける、本当だね、うん、ぐらいでかいよね、うん、ゲームセンターのも外側に売っちゃいましょうかね、じゃあ、あ外側にね、はい、うん、中にグラップルみたいな、グラップル ね、うん、はい、続いて三橋のマイケルさんです、うん、腰痛はハダンパーアタッチメントで指圧する、危ない危ない危ない、これこれやすげえな、これすごい本当に8本、はい、なんかトゲみたいなのが、そうですね、爪みたいなのなんですか、ね、これがあれでしょ、もう振動するわけでしょ、要はもう、はい、砕くんだろうね、そうですね、パワーショベルに取り付けて非常に高い作業効率で銅鞘突き固めを施工するアタッチメント、銅鞘突き固め、これなんか線路で作業してますね、もう本当だ、線路のあの砂利の部分を固めてるってことなのかな、うんうん、そうですね、一回こう刺して揺らして、あこう安定させる、なんかこれよりも普通に平らの方が固まる気するんだけど ね、 なんかね、8本の、うん、なんかこう崩してる感じするんだけどね、そういうのじゃないの、でもこうやってなんか高さを調節したりするってなんか見たことあります、ね、あそう、はい、タタでこのパワーショベルのこの何キャタピラのところもさ、うんうん、なんかの、うん、この何キャタピラのところもさ、うんうん、なんかちゃんと線路用になってるね、あそうですね、なんか電車みたいな車輪がついてる、線路専用、線路専用こういうのもあるんだね、うん、うん、あるんですね、ちょっと見に行きたいですね、これ行きたいですね、は乗りたいですね、これも乗りたいですか、はい、操作はできないでしょ、操作できんの、操作はでもできるんじゃないですか、うん、免許あれば、免許あればね、パワーショベル行ければね、うん、やれるのかな、そうですね、これはまたすごいやつだな、もうこれでも指圧して、うん、指圧の心は樹気心、うん、出た、押せば命の泉湧くって昔から言いますよねエンペラーさん、なんだっけ、ジェット、ジェット船越さんか、波越さん、波越さん、はい、船越さん、船越英一郎さん、全部間違えて覚えてるエンペラーさん、エンペラーさんでもないし、歯がないな、ジェット船越さんでもないし冗談電気の社長でもないですよ ね、 冗談電気のその辺がもうごっちゃになってる、はい、はい、うん、もう一枚いきますか、はい、動かない歩道さんです、はい、年の暮れブルとアスタコにも締め飾る、うん、もうそういう時期だもん、うん、12月だもん、ブルとアスタコ、はい、忙しいなやっぱり、うん、で実際さ車とかにさ自家用車にあの締め縄つけてくる時とかあったじゃない、ああいうので重機でもやってんのかね、やっ
ってるんですかね。重機見かけないだけで、どっかでやってる現場はあんのかもね。でも親方がそういうのちゃんとしてるところとか、そうだよね。ね、でも安全祈願とかしてるんじゃないですかね。ステッカーみたいなやつって貼っていいんでしょ別に。あんまダメなのこう自分の。いいんじゃない矢沢とかさ、そういう、あんまりないじゃん。水曜どうでしょうとか貼ってる人いる。トラックとかはね、すごい。トラックとかいっぱい貼ってるもんね。デコレーションしていいのかなって。ね、どうなんだろう。あゆだけは OK とか。なんでだよ。なんであのマーク。あゆだけは OK なんだ。あゆだけは OK。すごいね、あゆ。そう考えると。代々木体育館の周りにいっぱいあるけどね。あるね。そう。ちょっと事情をね、聞いてみたい。聞いてみたいね、そうなると。ね。はい、こんな感じで重機にまつわる595の19文字の川柳を送ってきてください。受付メールアドレスは rs@1242.com、 件名は重機川柳でお願いします。たくさんの重機愛のこもった川柳お待ちしていま す。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私はデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなったため仕方なく返し終えたのは5年前。過払い金は借り入れが少なかったため関係ないと思っていたんですが、間違っていてもいいかと電話を。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このようにクレジットカードのご利用経験者に現金が戻るかも。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。総合内科専門医大田和文江さんを講師に迎え、1月25日水曜午後2時から特別講演会を東京八重洲で開催します。テーマは現代人の心と体のカルテ。この講演に抽選で100名様をご招待。司会私上柳が務めます。ご応募はハガキに住所氏名年齢電話番号参加希望人数をお書きの上、郵便番号 100-8439 日本放送食育知識教養セミナー係まで。12月9日の決心有効です。日本放送ホームページからもご応募できます。ここで中央事務所よりクレジットカードの利用経験者に現金が戻るかもしれないお知らせです。現金が戻ってくる、どんなお知らせですか？はい、あなたは過払い金をもう受け取りましたか？実は勘違いから多くの方々が未だに過払い金を受け取っていないようなんです。今日はその勘違いについてお伝えします。どんな勘違いがあるんですか？まずは過払い金の対象となるカード会社の範囲です。消費者金融はもちろんですが、実はデパート、スーパー、銀行系列のカードローンも対象です。また現在返済中の方も対象ですよ。その他は？利用金額が少なかったり、利用期間が短いために自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いみたいです。あとは手続きをすると信用情報に影響が出てしまうとかですね。手続きしても影響はないんですか？はい、関西語なら信用情報に影響はありません。また利用時のカードや書類も必要ありませんし、記憶が曖昧でも大丈夫です。それは助かりますね。このように勘違いから過払い金を受け取っていない方が多いようです。利用した経験のある方は間違っていても構いません。あなたが対象か無料でご確認を。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送ナイツザラディオショー。さあメール、はい、メール来ております。中川沿いの民家さん、花さんの YouTube を見てから気になっていた盛岡のラーメン屋さんに先日行ってきました、素朴な味で本当に美味しかったです。本当に美味しいあそこ、ところでその盛岡で面白いものを発見したのでお送りします。盛岡劇場からほど近い南昌荘という日本庭園の石像なんですが、錦鯉渡辺さんにそっくりじゃないですか、地元の船堀では一度も見かけたことないのに、こんなところで地元のヒーローに会えるなんて驚きです、渡辺さんもそういうなんか漫画に描きやすい顔なのかも ね似てる、目の、あの本当に似てるね。これいつ頃できたやつなの、ですね、なんかすごい素朴な石像ですね。紅葉しててすごいいい写真です、その上のめちゃくちゃ綺麗だよね、
モミジかな。モミジ。モミジなんか盗んで大変なんか問題になったのを見たね、ニュースで。何？モミジ。ミシュランのさ、うん、料理人がさ、うん、その店で飾るさ、うんうんうん、時にモミジ必要だから、うん、京都の結構有名な京都かどっかのお寺のモミジを毎回取っちゃってて、うん、でやっぱそんなになんかやばいと思ってダメなところで取っちゃってたんだ。そしてそのお寺が怒っちゃって、うん、警察にこう今被害届みで出してって、うん、モミジ泥棒。モミジ泥棒でやっぱりそのミシュラン二つ星とかつってさ、うん、なんかインタビューがね、いやもう二度とこういうことはしないようにしますみたいなさ。そっか。でもやっぱそこの京都のお寺のモミジじゃなきゃダメなのってこと？やっぱ綺麗だったんじゃないのかな、やっぱ料理。うん、へえ、ね。同じ種類のね、木だったらどっかありそうだよね。どっかにありそうだけどね。多分そこまで考えてなかったんじゃない？家の近くでさ、うん、なんか。モミジを泥棒で捕まるなんてことあるの、ね、ないよね。まあ落ちてこないからね。あんまり、ね、あ、なのかもしれないけどね。落ちたやつだとやっぱ使えないから。ってことなんだろうね。ってことかもしれないね。枝から切り落としちゃったのか。ああ、そうなんだ。それはちょっと、これちょっとね、枝ももしかしたら、ね。それ無断でやっちゃダメで、それは。それはね。どう思いますか、その草の、草を勝手に抜いて、抜いてしまう。いや、それ神さんに、ね。庭の草を刈って、そういえばそんな話あったんだ、うん、命を根こそぎ、うん、奪った男って言われたけど。わかんない。気持ち悪い。シェフの気持ちまではわかんない。飾りたかったんでしょ、それなんか一緒にしないでください。何かに飾ろうと思って抜いちゃったんでしょ。もみじ泥棒と一緒にするな。家の庭の雑草抜いただけですよ。許してもらいましたけど、ね。雑草とか抜いたりしてる？あるかちゃん。家に雑草とか生える？家には生えないです、うん。庭がないんで。あ、そっかそっかそっか。はい、いや、そうだよ。わかんないから。そうだよね。それはないの。そういう。町のやつとかもよくわかんないもんね。そうでしょ。どこまでの権利があるかどうかっていう、ね。お父さんあるあるだから。これさんあるあるね。この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間は田中貴金属グループ三井住友海上がお送りします。あの、三井住友海上が損害保険の会社ってもっと知ってもらいたいそうで、何かいい方法ないですかね。気持ちを込めて伝えるしかないでしょう。損害保険なら三井住友海上です。もっと気持ちを込めましょう。損害保険なら三井住友海上です。もっと優しく。損害保険なら三井住友海上です。心に寄り添って。損害保険なら三井住友海上です。いいと思います。損害保険なら三井住友海上です。ああ、やっぱ清野さんの方がうまいですね。ありがとうございます。あ、財布にお金がない。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、 ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート。この時間はトヨタがお送りしました。7時からお送りしてきました日本放送ナイツザラジオショー、お別れのお時間となりました。今週も1週間ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、週末もラジオショーでお楽しみください。明日の中川家ラジオショーはゲストが土田照之さん、うん、土曜日はサンドイッチマンのラジオショー、ゲストは大久保佳代子さんです、うん、来週のナイツザラジオショーのゲストは5日月曜がレーザーラモン RG さん、うん、6日火曜はシソンヌ、7日水曜日は雨宮さん、うん、8日木曜は関根勤さんが登場となっております、はい、うん、この後3時30分からは辛坊治郎ズームそこまで言おうかです。引き続き日本放送でお楽しみください。すみません、先週のねジャパンカップのこと、そう、一応報告しておかなくてはいけないんですけれども、うん、はい、はるかちゃんが予想してね、当たればリスナープレゼントというのありましたけれども、うん、はるかさんの予想がシャフリアール、ダノンベルがオネストだったんですけども、2着5着7着ということで残念ながら的中なりませんでした。しゃマジのやつだ。ちゃんと悔しがってた。悔しがってたマジのやつだねえ。
いい線いってたと思うんですけど、ね、そうね、初めて なんでしょう、当たらなかったのが、ね、当たらなかったの2回目か、2回目か、相当勝率はいいんですよ。そうなんだよね、今回はもうはるふかさんだけ予想してもらって、惜しかったね他も当たらないから、まあ、でも2着いってんだから、すごい謝った方がいいんじゃないですか、謝った方が、まあごめん馬の方です、まあ、まあごめん、馬の方で、まあごめん、うまいです、まあごめん、馬込めですね、馬込め地名ですね、馬込め、まあ、いいですね、競馬外れた時使えるね、これね、馬込め使えるかも、ドドになんか侵食されてきましたね、マーちゃん、すごいね、やっぱりね、影響力、そうだよ、これは、うん、見える、ね、この番組だけだと思うけど、いや見えるよ何が12月18日最後の夜、うん、チャンネル優勝は真空ジェシカでした、馬込めでやろう、うん、最後番組終わるそっか、あ瞬間が意外とそこで号泣したりする、うん、変わった号泣、変わったがだけふざけてたのに、いやそれやっぱもうめちゃくちゃ嬉しいでしょ、まーちゃんありがとうって言うんじゃない最後、これ完結で、まーちゃんごめん、まーちゃんありがとう、マルシアさんの顔したらわけわかんないけど何十年越しに全然知らない人からお礼を言われるっていうまーちゃんありがとう意味わかんないよ。気わかんないね、本当ね。でもこうもやっぱり今なんか、はい、その石井さん、石田さんが言ってたんで、はい、ナンバーの表紙が今日 M1 真空ジェシカの、ああな、あ M1 のね、ワールドカップ期間中なのにナンバーがサッカーじゃなくて M1 特集なんだ。いやすごいね。ね。まあ、いよいよ決勝も、いやもうでも楽しみだな、結ぶということでね、楽しみましょう、はい、我々ナイツさんまた月曜お会いしましょう、はい、お相手はナイツの土屋伸之と花伸之と野原遥でした、また来週。Thanh biến gọi đẹp tựa lòng dân thủy chung chắc.